この大自然の真ん中で地図もコンパスもなく迷ってしまったって想像してみてそれが依存症の網の中に捉えられている感じ今日はこの複雑な依存症とドーパミンの迷路を解いて出口を見つけていくよゲーム依存ギャンブルまたは終わりなくスクロールする癖これは単なる悪い習慣じゃなくて自分の脳の中でドーパミンのループが起こっているんだよね なぜこの習慣は自分に悪いって知っているんだけど止められないんだろうやめられないんだろうって疑問に思ったことがあるんだったらもうすぐこの答えが明確になるよ。r i g h t 自然の大地から戻ってきました。今度は コンパスっていうか僕たちの脳の科学をより詳ししく見ていきましょうジャックポットに当たった高揚感からなんか無意味にスクロールしちゃう癖とかなぜ止められないのなぜ依存性があるのどうすればいいのって思っているかもしれないんだけどすすぐその答えが明らかになりますこの中心にあるのが実はドーパミンって呼ばれる脳のホルモンなんだよね。 このドーパミンを理解するっていうのは人間の経験を制御しているソフトを解録するようなものなんだよねこの神経科学の勉強の旅が依存症から抜け出す第一歩の旅になると思いますで、ドーパミンっていうのはおそらくみんな聞いたことがあると思うんだよね例えばこのワクワクとかやる気のホルモンね簡単に説明するとドーパミンが高いとどんどん行動ができるんだよね で本当にやりたいことに挑戦したりとかやらないといけないんだけど避けたいこととかねちょっと怖いなやりたくないけどやった方がいいことみたいなのをドーパミンのベースラインっていうのが高いとどん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 行動が取れるんだよ。でもこのホルモンが低いとなんかどうしてもやる気が出ない、ね、行動が本当に難しく感じるんだよね。本当に1行で説明するとドーパミンっていうのは人間が動くためのホルモン。 こう捉えるのがなんか僕としては一番いいと思うのねだからよくなんか昭和時代の高校の先生とかがお前は努力が足りないんだやる気がないんだって言って実はこれやる気がないんじゃなくてドーパミンのベースラインが低いだけっていうことなんだよねで大切なポイントっていうのが実は1日のドーパミンの量っていうのは限られているんだよねだから朝起きた後の2時間ぐらい ね、その辺りがドーパミンの一番自分の一日の中でドーパミンが高い状態なんだよねで午後になるとドーパミンが低くなってきてで体がこのリカバリーモード、ね、このか睡眠とか深い休みに入らないとドーパミンっていうのは復活してこないんだよね。 ちょっとね、RiseSleep っていうアプリがあって、これ僕のドーパミンをあの測ってくれるアプリがあるんだけど、これ、あの、モーニングピークって言って、ちょっと見,見にくいかもしれないんだけど、この日はちょっとだいたい9時とか9時半あたりに僕のドーパミンのピークがありました。で、午後になると、この DIP っていうのが入ってきて、で、6時あたり、その日は6時あたりにまたちょっと、あの、午後のピークっていう、ね、PM ピークっていうのがあったんだよね。で、また低下してくれるんですよ。 で、寝る時間とかは、もう本当にドーパミンがなくて、この時にドーパミンが復活されるっていう感じなんだよね。で、ちょっと難しいんだけど、ドーパミンがどうやって脳の中から流れているのかっていうと、実は5つの経路があるのね。で、全部全然覚えなくていいんだけど、ちょっと覚えてもらいたいっていうのが、この2つの経路。1つがメゾコーティカルパーフェイ。で、もう1つがこのメゾリンビックパーフェイっていうのがあるのね。で、ちょっとこの2つは1回と大事なので、ちょっと簡単にカバーしていいかな。 ね、でこの最初言ったこのメゾコーティカルパーフェイっていうのはこの人間の新しい脳の,の,の部分考える分だから目標に向かって何をするべきなのか何をしない方がいいのかっていうのを支配する部分なんだよねだから例えばプランニングとか決断するとか、ね、環境的とマッチするゴール的に正しいアクションを取るっていうことでちょっとこの中で大切になるのがこのコンセプトなんだよね What you should be doing and what should shouldn't and you you doing doing be be ね、だからこれをやるべきかこれはやらない方がいいのかっていうのをちょっとコントロールしている部分のドーパミンの流れっていうのがあるんだっていうのをちょっと頭の中に置いといてほしいのね。でもう一つが実はこのもっと古い脳の,の部分、ね、サバイバルとか、ね、This is the fight or flight 緊急な状態になったりとかなんかストレスがかかってくると 手に脳がこのシステムをアクティベートするのね。で、ドーパミンが流れてくるんですよ。で、自分のパフォーマンスが高まるんですよ。で、これがこの大切なポイントなんだよね。 だからちょっと覚えてもらいたいのはドーパミンの経路の中で脳の中の新しい部分人間として考えていく部分ディシジョンメイキングな部分のドーパミンの流れっていうのがあってもう一つはこの古い戦うか逃げるか反応みたいなその経路もあるんだっていうのをちょっと頭の中で置いといていただければと思うんですよ。All right. b そうはね、ドーパミンっていうのは動き系のホルモンなんだっていうのは理解できたんだけど、この動き系のホルモンと、ね、この無意味になんかインスタグラムを永遠にスクロールする癖、ゲーム依存中毒とか、ね、どうドーパミンと関係があるのこの謎を明らかにしていこう。ね、なぜドーパミンは中毒性と関係があるのか。大切なポイントは、何かが 欲しい時何かやりたいなって感じる時に実は脳の中でドーパミンがリリースされるのね。でだから行動にも関係があるんだけど感情が大切なポイントなのねここ。 でドーパミンが流れると僕たちの中でどのような感情を感じるかっていうとこの欲いだよね欲しいなって手に入れたいあれ欲しいなやりたいなっていう感情があるんだけど実は痛みもあるのね手に入れられないから辛い欲しいんだけどなんかラーメン食べたいんだけどラーメン食べられない痛さタバコ吸いたいんだけどタバコが吸えないっていう痛さ我慢できないもう我慢できないゲームやっちゃう始めたいっていう この感情も実はドーパミンから来ているのねなのでちょっと脳の中でドーパミンがリリースされると何が起こっているんだっていうのを勉強していこうね。最初にみんなに掴んでいただきたいポイントっていうのはドーパミンのリリースには実はピークって呼ばれることと凹みがあるのねね、なんやねんっていうことなんだけどちょっとグラフね。これドーパミンのベースラインがこの点々しているラインで ね、このドーパミンが流れるとまずここのピークまたはスパイクって呼んでもいいんだけど、ね、このピークっていう部分があってその後波のイメージでキューンって落ちてきてこのへこ,へこみ日本英語にするとトラフって呼ばれるトラフって呼ばれることになるのねこの2つがあるんだよ。で大切なポイントがこのステップ1で最初ピークしてこれ欲しいなラーメン食べたいなタバコ吸いたいなって思って。 ででゴンってて凹んんんくくるじゃん落ちてくるじじゃゃ落ちこの痛みで行動で痛みを解決するのねだからタバコ吸いたいって思ってドーパミンがリリースされてで凹みの時でもう我慢できないって言ってタバコを吸いに行くまたはタバコを買いに行くっていう感じでこの痛みを僕たちはアクション行動で解決するっていうことをやっているんだよね。ね なのでちょっとグラフに戻すんだけどねこのピークで欲しくなるっていう風になってね凹みで痛くなるこの痛いっていうのは行動で直すっていうことなんですよで次の大切なポイントはピークが高いほどトラフが低くなるのねねだから高い波のほどもっと落ちるじゃん同じような感じなのよねだからちょっと欲しいなって言ったらちょっと凹むんだけどマジこれ欲しいって感じたらもっと痛く感じるのね ね、だからピークが高いほどもっと欲しくなってトラフが低いほどもっと痛いんだよね。もっと我慢できないっていうふうに感じてもっとあなたが行動をとる確率が高くなるっていうことなんですよで。ちなみにちょっとこのドーパミンのベースラインとスパイクについてないんだけどドーパミンっていうのは実は、ね、いつもちょっと流れてるのね起きてる時は。 ね、常になん,かなんか1秒に3回から4回ぐらいピュッピュッピュッって流れてるでこのお腹空いてておんかお腹空いたいなーって言ったらこの流れが100%ぐらい、まあ、倍になるんだよね。ねでニコチンねタバコ欲しいなーっていう時はもっとこの 200%, 200高まるんだよね普通のベースラインより。ね、カフェインもそう、ね、でもコケインとかメタンフェタミンとかに行くともう本当に、ね、1000%とかね 1万パーセントぐらい上がったりでビデオゲームこれも同じようにめっちゃくちゃドーパミンを高めるんだよね。<Right? S 1> で次のポイントはちょっとねこのドーパミンっていうのは波っていうイメージで実はこれはんかりやすくなるのね、あのー、これなんか、あのー、読売ランドとか行った人はわかると思うんだけど、ね、このウェーブプールみたいなのがあるじゃん。 ね、例えばそのなんかみんながプールに入ってで機械がブワーンって波を押してきてで波がブワーンってきてみんなでブワーンって上がって下がるみたいなそういう感覚のイメージをちょっと頭の中で入れてもらいたいんですよ。ね、で水が高い、ね、波が高いほど水がプールから漏れるじゃん。そううだよよねねブワーーっってて水がかかかるるとプールから漏れるの、ね、同じような感覚で ね、僕たちのドーパミンが、ね、なんかこれ欲しいなとかイン,スタインスタグラム見たいとか言ってやってるとドーパミンが漏れるっってていううかななくなってしまうんだよねだから本当にやらないといけない行動とか、ね、やらないといけないことにドーパミンを使った方がいいんだけどインスタグラムとかゲームとか,、ね、なんかあんまりやった方が良くないっていうことに自分のドーパミンを使ってしまうっていうイメージを頭の中に入れてもらいたいのね。 ね、もちろんこのドーパミンのスパイクねピークが高いほどもっとドーパミンが漏れちゃうんですよ。Right? So、どういうことかっていうとちょっとなんかこのなんかあれはこれなんかね機械が壊れたらしいんだけどなんかどっかタイのなんかウェーブプールでめっちゃくちゃなんか波が来てうわなんか津波みたいな感じになっちゃってでめっちゃくちゃこの波が来ると水が漏れたんだよね。 ね、ちょっとこれ見にくいかもしれないんだけどちょっと下見るとね水があふれてるでしょそういうイメージを頭の中でちょっと残してもらいたいのね、right、で次ちょっと難しくなるんだけどね例えばさなんか 人気なラーメン屋さんに行ってなんか30分とか1時間待ってさ、ね、ラーメン食べてうわーこれめっちゃうまいぜって感じてでもなんか1週間後に行ったらなんかん最初の方がちょっとうまかったなみたいな感じででなんか3回目行ったらうーんまあ美味しいけどみたいな感じでで今度6回とか7回8回食べたらうーんまあ美味しいよねみたいに最初は美味しかったんだけどなんか毎日食べると美味しくなくなるっていうこと。 感じたこことあるでしょうこれも実はドーパミンなのねどういうことかっていうとこの同じことだとこののの毎回のピークが低くなるのね,ねだから最初1回目はねうわーすっげえってなってこのラーメンうめえぜーって言ってす、ね、さまじい楽しさを感じるんだよねワクワクっていうかうわーこのラーメンうまいぜって。で次の日行ったりするとまあ楽しいよねっていう感じになるんだけど1回目初体験よりはちょっと経験が低くなってる。 で3回目になるとなんかつまらないっていうかまあね本当にお味しいラーメン屋さんだったらなんかつまらないっていうならないと思うんだけど毎毎日毎日食べててるると絶対そうなななっっくるよねね実ははこれはすっごい重要なポイントなの、ねね、今はこのラーメン屋さんの、ね、例でちょっと笑えるような例だったんだけどこれがメタンフェタミンとかコケインだったら何が起こると思う ね、例えばこのメタンフェタミンみたいに、ね、このピークベースラインが1万パーセント高まるような、ね、メタンフェタミンを吸ったらものすっごい経験すさまじい、ね、快楽っていうかすごい経験になるのねで何が起こるのかっていうとまたそのすさまじいピークの状態に戻りたいまたそのすっごい経験をしたいと思ってまたメタンフェタミンを買って吸ったり入れたりするわけよでも 1>, 1回目のハイ1回目のピークじゃないちょっと低い低い経験になるんだよね。でも本人はそれを知らないからもっと取ればいいんだとかもう一回やろうとか思ってこの最初の初回の経験を探して同じことをやっているんだけどこの最初のハイ最初の凄まじい経験を得ることができないのね。 ね、だから自分でもこのような経験をしたことがあると思うんだよね。あれをやっていたらすごい楽しかったねなんか最初の経験はすごい楽しかったんだけどもう一回やってもなんかそこまで楽しくないなって、ね、これが実はドーパミンの科学なんだよね。でさらにこれを深く、ね、入ってみると明らかにしていくと実は別のことを重ねるとピークが高まるのね。 どういうういこととなのかっていうとね例えばこれまたラーメンの例にするんだけどね例えば醤油ラーメンだったらまあうまいねみたいな感じで、ね、でもちろん毎回醤油ラーメン食べてるとこの経験が低くなるよね。じゃあ味付き卵の醤油ラーメンはってなったらおーって言ってまた高まるわけよ。Right? で、今度また、ね、じゃあ、オーライ、じゃあ、味付き卵醤油ラーメンプラス餃子はどうって言ったら、いや、マジ最高じゃないですかみたいな感じになるよね。こういうことなのよ。だから、一つのドーパミンが高まるっていうことに、別のドーパミンが高まることを重ねていくっていうことが可能なんだよね。で、例えばこれ、なんか、フォートナイトとか、カールド・ドゥーリーとか、ね、なんか、オンラインゲームの、 ね、場合にしましまょうよ、ね、例えばねソロプレイだったらまあ楽しいなみたいな感じだよね。で次にじゃあチームと一緒にやるってなるとうわ他の人たちも行って自分を守ってくれたりね攻撃できたりすっげえ楽しいって感じるじゃん。でさらにチームプレイプラス連続勝利だよねこれを経験できるとすさまじい経験、ね、範囲になるんだよね。 でゲーム中毒の人たちなゲーム中毒っていうゲームに依存系が高いなって感じる人たちはここはちょっと注意かもしれないんだよね。だからこのチームプレーで連続勝利した経験をまた経験したいからゲームを続けてるっていうことかもしれないんだよね。 Right. So、very interesting. だから大切なポイントっていうのはねこの醤油ラーメンに味付き卵とかねなんか餃子を重ねることができるで一回重ねてしまうとこの高いピークを作るっていうことになってで今度この高いピークが次のノーマルになるんだよねベースになるっていうか基準になるのよ、ね、ちょっとこれ分かりやすくなんかギャンブルの例で説明するとこういう感じになるのね 例えば最初ギャンブル始める時は何か3,000円とか2,000円とか,か1万円以内の勝利でわーみたいな感じになるよね。で今度次ギャンブルする時は何かちょっと本気になってきたりしてなんか10万円の勝利とかをやるとわーってなってこのなんか2,000円の勝利っていうのが楽しくなくなるよね。もっっっとととでかかいののの当たっちゃうとどうどなるの500万円の勝利とか、ね、何が起こるかっていうとこの低いピークではなくこの 高いピークが基準になるんだよね。so this is something we all have to watch out for。これは本当に気をつけないといけないことなんだよね。このいろんなことを重ねてしまったりとかして高い基準高いピークがベースライン高いピークがベースラインというか基準になっていると、この高い経験をもう一回経験したいっていう感じで、いろんな依存性があるところに、あず行動を自分で選んじゃうんだよね。 でこれが本当に500万円のギャンブルとかだったらどのぐらいいい投資しななと500万円戻ってこない本当に自分の財産をなくしてしまうようなすごい危険で危ないことだよね。ねでちょっと次のポイントでじゃあ波っていうのは実は静まるんですよ。ね、どういうことかっていうと、ね、普通の場合は 三十日間待つとこのピークとトラフが普通の状態に戻るのね。So you can play this in many ways ね。例えばねゲームゲームの依存性があるっていう方はね三十日間ゲームをやめるとこの依存性のね依存性っていうのはやりたいなって思ってねこのトラフのね落ちた時きにあもう我慢できないやりたいって言って手を出しちゃうよね。 オッケーで30日間待つ何が起こるのかっていうとこの低いトラフが上々々々々がってくるのねだから1日目2日目3日目はなんかすごい痛いかもしれないんだけど、ね、例えば1週間待ったらその痛さが改善されるのよ。 さらにプラスもう1週間待ったらもっともっとその痛みが浅くなるっていうかそこまで痛くならないっていう感じで30日間我慢することができるとなんか普通の状態に戻るのに。Right. So, でも気をつけないといけないポイントは1回本当に凄まじい経験、ね、例えば500万円をギャンブルで当た,当たるとか、ね、メタンフェタミンの経験とか ね、またはタバコとか、まあ、アルコホルだよね,ね本当に毎日タバコを吸っているとか毎日アルコホルを飲んでいるっていう、ね、そういう場合はもしかしたら自分の脳の中にもう新しい経路が作られているかもしれないんだよねなのでこういう場合はどうしても三十日待っても なんかね、例えばお酒の場合だったらね、30日間お酒をやめたんだけど、なんかバー、居酒屋を通ったら、って言って、ビールを飲みたくなって、ビールをついつい買っちゃうとか、そういう場合もあるのね。でも、エキスパートが言うには、大体30日間我慢すると、この痛さっていうのは収まるんですよ。Alright? だから、 ちょっとこれなんか危ない考えをちょっとここでから説明してしまうんですけれどもねどういうことなのかっていうとね例えばねこのなんか人気のラーメン屋さんだよね。 ね、人気のラーメン屋さんをなんかねいっぱい食べてて1回目はすごいおいしい、ね、すごい楽しかったで2回目はうん3回目はうんあんまり楽しくないなんかつまんねえなって、ね、思ってるかもしれないんだけど30日間待ってその人気のラーメン屋さんに行ったらまたこの1回目の凄まじい楽しさっていうのを経験することができるのね。だからこれはポジティブに使っていこう。 All right、なので本当にねなんか例えばアイスクリームだよねアイスクリーム食べてね最初はすっげえ美味しいんだけど毎日毎日同じアイスクリーム食べるとなんかつまんなくなるよね,ね1ヶ月の休みを入れたらまた同じアイスなんだけど食べたらすっごい美味しいって感じるっていうことなんですよで大切なポイントねこの次のセクションでどうやって、ね、依存症を乗り越えていくのかっていうアプローチのセクションがあるんだけど大切なのはこの「 トラファの辛さっていう、ね、この痛い我慢できないっていうのは徐々徐々、ね、我慢していくとこの経験がもっと楽になっていくの、ね、で大体30日間我慢するとこの痛さっていうのがなくなります。 もちろん場合によってはなんか居酒屋を通ったらビールがねなんか2か月6ヶ月経ってるかもしれないんだけど居酒屋を通ったらビールが飲みたくなるとかタバコ吸いたくなるっていうのはあるかもしれないんだけどねそういう場合はでも普通の場合は30日間我慢するるとこの痛さがなくななくっていうことなんだよ今脳の中でドーパミンが流れるとどうなるのかどういうシステムになっているのかっていうのを勉強したのでちょっと自然に戻ってお話を続けていきましょう。 僕たちはこのドーパミンという脳の報酬系を動かす複雑なホルモンの経路を学んできましたでも学ぶだけじゃやっぱり足り足ない次の旅っていうのはじゃあどうすればいいのどのような行動をとったらこの迷路から抜け出すことができるのか次のセクションで科学に基づいた実用的な手法 本当に基本形からかなりアドバンスのやり方も次のセクションで紹介していきます right, right, 自然の大地からスタジオに戻ってきましたそれではですねこのドーパミンの科学をベースにした具体的な 依存症から抜け出すためのアプローチっていうことを一緒に学んでいきましょう。最初の大切なポイントっていうのは、実はこの依存症から抜け出すためのアプローチは大きく2つのやり方がある。2つの方向性っていうのかな。1つが class-based approach っていうか、原因的アプローチですよね。 2つ目がこの行動系アプローチっていうことなんだよねで簡単に説明するとどう違うのかっていうと例えばなんか PS5 をいつも朝2時とか3時までやってしまうっていう人の場合だったらなぜその人はゲームに依存症を感じているのかなぜ彼は彼女はいつもゲームの中に入りたいのか。 ね、もしかしたらなんか受験ですっごいトラマを感じてでその後仕事に就いたんだけど自分とマッチしないやりたくない本当に職場がつらいっていう感じでこの世の現実でもこのゲームのやっている時っていうかゲームの中に入るとそのストレスがなくなっていく。 ね、もしかしたらさらにゲームが上手だからゲームの中でなんかワクワクを感じたりね、ゲームの中でキャラクターを成長させるとか、そういうね、原因があるかもしれないよね。 で、二つ目のこの行動系アプローチっていうのは、OK。じゃあ、なぜゲームの依存症があるのかわからないんだけど、とりあえず、ね、ゲームができない環境を整えましょうっていう形で、これ、すっごい効くやり方なんですよね。ね例えばゲーム機を販売するとか、ね、ゲームにアクセスできないっていう環境に引っ越しするとか、すると、どうしてもゲームができないので、自然にこのドーパミンの波っていうのがなくなってくるっていう形なんだよね。 で、最初にカバーしていきたいアプローチっていうのは、この cause-based approach、ね、原因的アプローチっていうことなんですよね。実はこれはものすっごいコンプレックスな学問っていうのかな。で、本当にこれはやっぱり精神医科とか、ね、そのぐらいのレベル、 の人と一緒になんかね過去の自分のトラマとか理由を探っていくっていうのがおそらくベストだと思うんですよね。でもですねこのなんか業界っていうかなねすごい有名なあのお医者さんね精神科のあのセラピストの先生がいてね Dr. Paul Conti って言うんですけれどもね実は彼が言っているには3種類の人間のドライブっていうのがあるよっていうことなんだよね。でこの3種類のドライブっていうかねなぜ人間は動くのか っていうこの動機が依存症のものすごい鍵になると思うんですよね原因的なアプローチの。でちょっとこの動機の3種類を説明させていただければと思います。生成的な動機っていうのは英語にすると「generative drive」って言ってなんか人生を良くしよう。ね、今 今の人生をもっと幸せになりたい、もっと自由になりたい、もっとワクワクを感じたい、もっと愛を感じたい、ね、like, 人生、Life is hard、人生いよね、もっと良くしたい、他の人にも幸せになってもらいたいっていう願いっていうか、そのようなドライブなんですよね。その、それが自分の同期、ね、アクションのエネルギーの 元につながるっていう感じですでこの2つ目のドライブがあの攻撃的な動機って言ってでこれをもちろん、あのーね、ポジティブに使うこともできますよね。例えば何か仕事でなんか上司から怒られたりとか、ね、学生の場合だったらなんか別の生徒の方がいい点数を取ったら畜生ってなってあの人よりもっと上手くなりたい、ね、自分のミスを許さないからもっとなんか、ね、戦うか逃げるかの戦ってみる挑戦してみるっていう感じでこの エネルギーね、この同期のエネルギーをね、生成的な方向に向けて活動するっていうこともできるんですよね。 ね。で、快楽的な動機も同じだよね。なんか一生懸命働いたから、ね、ちょっとなんか週末はのんびりしたい、ね、映画を見に行きたいとか、ね、ゲームやりたいとか、友達と遊びたいっていうのは全然ポジティブでいいことだと思うんですよ。でも僕たちが注意しないといけないのは、この生成的な動機が、ね、攻撃的な動機、または快楽的な動機より大きくならなければいけないっていうことなんだよね。ね。例えばこの攻撃的なドライブが、ね、動機が高すぎる場合、 ねまあ、どうなるのかっていうとね嫉妬につながるんだよね嫉妬ね英語にすると「エン v y っていうんだけど、ね、これはなんか例えば職場でなんかねなんか怖い上司とか、ね、冷たい上司がいて、ねね、部下になんか怒る上司だよねお前何でできないんだとかね,ねこう攻撃するよね,ねでなんか自分のこのやら正しいやり方をその人に押し付けるっていう形だよね、right? そうやってなんか人は動くよね ね、でこれがなんかね、なんか会社の場合だったんだけど、これがなんか政治のレベルに行くことも。 ね、なってねこれ政治の場合だったらなんか本当になんか戦争とかにもリアルにこれがつながるよねなんか他の国を許せない他の国の人はダメなんだあいつがダメなんだだから取っちゃっていいんだみたいな感じでリアルに人間の動機、ね、人がどうやって動くのかって言ったら朝起きて、ね、人を倒すために、ね、ナンバーワンにならないといけないからって言って人が動く時もあるんだよね。だからこの攻撃的なドライブが高すぎる っていう、ね、時もしかしたらなんか人が嫌いとか上司が嫌いとか部下が嫌いっていう場合だったらおそらくこの生成的なドライブワクワクする幸せになりたいもっと良くしたいっていうドライブが低いっていうことなのでその意識して生成的なドライブを高める活動を増やすっていうことができます。 で、この快楽的なドライブ、ね、特にゲームの注録とかは、ここに入ってくると思うんですけれども、ね、このね、快楽的な動機が高すぎる場合は、意気消沈っていうのかな、ディモライゼーションね、やる気がなくなる。なんか生きてる価値がない。なんか人生が怖い。 でこれが本当にひどい場合だったらもちろん大うつになったりとか、ね、本当に生きている意味を感じなくなっちゃってなんかモノクロの人生になるとかもっとひどい場合もあると思うんですよね。Right? So, ポイントは この快楽的な動機が高すぎるとどうしてもそのなんかやる気がなくなって行動が難しく感じて人生を楽しむことができないっていうかなんか動きにくくなったりすることなんだよねだからこういう場合は自分で意識して生成的なドライブを増やしていくねこれはなんか自分がワクワクすること別になんか仕事とかそういうこととかは別でなんか自分が楽しむことは何だろう ね、楽しめるここと自分が、ね、これやっっててて面白いなってでそれをなんかゲームの快楽的な活動ではなくてこの世でできること例えばハイキングに行ったりとかスポーツやったりとか公園に行ったりとか美術館に、ね、遊びに行ったりとか、ね、そういう形でちょっと意識をしてワクワクすることに活動をとっていく1ミリでもいいから少しでもいいからスタートしていくっていうことなんだよね。 でさっきねこの原因のことをちょっと話していたんだけどね例えばなんか子供の時にねなんか昭和時代で生まれて例えば女性でお前は女性だからこうしないといけないんだとかね男性でもなんかなんで勉強できないんだね勉強しないと大変なことになるんだいい大学に入らないと大変なことになるんだって言って全然子供の時に自分の活動を自由に選ぶことができなかった。 ね、でそしてなんかいつもなんか,なんか自分は足りないダメなんだって言って成長型マインドエンパワーメントではなくてデスエンパワーメントね自分をパワーをなんか自分を低くするようなそういうところでなんかそういう環境で育ってね学校も辛くてねでなんか受験活動とかも自分がやりたくない。 ね、楽しみを感じないんだけどやらなければいけないっていう形で,で受験ももしかしたらうまくいかなくてで自分とマッチしない職場すごい怖い職場でやりたくないことを仕事にしているっていうそういう場合だったら全然自然に、ね、この快楽的な動機が高まるよね。 だってこの世が怖いもんだから全然それは普通なことなんだよね。でこういう時はあなたが悪いっていうことじゃないんだよね。でちょっとねこれはあの本当に原因的のなんかコンプレックスなところに入っていくんだけどドクターポール・コンテが言っているこのメンタルヘルスの柱「ピラーズ・ア・メンタル・ヘルス」っていうのがあるのね。でその人生を生きている時にこの「ピース・平和」を感じてね充実感」を感じて。 ね、幸せ喜びワクワク楽しさを感じられる人生を生きるためには、ね、これはもう本当にデータが明らかになっていてデータによると間違いなく自由度がある人生自由度がないといけないでもう一つは感謝なんだよねグレイフォーネスこれをあの感じている人生がないとこの 上のレベル、平和、充実感、喜びを感じる人生にはアクセスできないっていうことなんだよね。だからもし自分のね、なんか生き方、自分の人生の中で自由を感じていない、ね、やりたいことができない、ね、やりたいことをやろうとしても怒られるとか、ね、過去のなんか本当に子供の時からずっと勉強を塾とか言ってて、受験活動とか言って、本当に自分がやりたいことをやっていないっていう場合だったら、もちろん、ね、その自由度っていうところを高めていかないと、ね、この平和感、 ね、喜びを感じる人生にアクセスはできないっていうことなんだよね。 でもっとこのじゃあどうやって自由度を作っていくのかっていうとエンパワーメントなんだよね,ねだから問題が出てくるチャレンジが出てくるねしたらオッケー大丈夫だよ1ミリでもいいから進んでいこうよって、ね、どっちかっていうと成長型マインドだよね,ね挑戦していく、ね、その自分の幸せのために、ね、努力していくっていう、ね、そうやって自分を応援する人を応援するっていうこのエンパワーメントがないと自由度につながることができないんですよ。 ね、だからよく考えると子どもの時に「お前できないやつだなこれやりなさい」とかね全然なんかお前、ね、エンパワーメントじゃないディス・エンパワーメントあなたの力をなん,かなんか盗むっていうか、ね、なんかあなたを下げるような環境で育っている場合だったら、ね、このエンパワーメントがなかった環境で育ったっていうことなんだよねでこの感謝につながるのが、ね、本当にこれ生きていて嬉しい毎日楽しい本当に最高っていうところ、ね、それを感じたいんだったらこの英語にすると「humility」 の日本語で一番近いののが愛だと思うのねでこれはどういうことかっていうとどっちかっていうとなんかコンパッションなんだよねなんかセルパッション自分を大切にする自分を愛する自分は愛されているっていうそれをキープするで他の人もなんか愛してあげる大切にしてあげるだからなんかねなんか ね、職場でできない部下が出てきたてら、ね、その人をね、なんか、お前できねえやつだって言って、このエンパワーメントの反対をするんじゃなくて、大丈夫だよ、ね、最初は難しいんだよって言って、なんか応援してあげて、で、その人も大切にしてあげる。ね、その人を一りぼっちにさせない。その人を攻撃しない。ね、でそれを相手、人だけじゃなくて、自分にもやっていく。 ね。これが実は幸せの人生の鍵なんだよね。で、実はこの原因的なアプローチっていうのは、ものすごいコンプレックスで、ケースバイケースの場合がよくあるんだよね。ね。子供の時にどういう環境で育ったんだ今どういうことを仕事にしているんだね。どういうなんか生活をしているんだ何をについて楽しいって感じているとか。ね。だからもしかしたら本当になんか仕事 が問題になっているかもしれない。これがおそらく日本で辛いサラリーマンの方とか。 を見るとおそらく多いいんんじゃないかなかって思うんだよね本当にその自由を仕事の中で感じていることができない、ね、成功しないといけないやらないといけないことがいっぱいあって断ることもできない自由度がない、ね、でいつもなんか,なんかプレッシャーがかかっていて不安を感じている、ね、もしかしたら本当にか自分の心と向き合って、ね、例えばなんかビジョンプログラムみたいなコースとかを受けて、ね、本当に自分は何をしていきたいんだろうどういう人生に向かっていきたいんだろう残りの人生何をやりたいんだって本当 本当に大好きでワクワククするような、ね、自由度もあってエンパワーメントがある環境で、ね、感謝と喜びをあって大切にされていて他の人も大切にできるっていう環境にシフトしたら本当に人生が良くなるかもしれないまたはなんか過去のトラマに戻って過去何が起こったのかって言ってその時の自分のなんかメモリーっていうか自分がどう向き合ったのかっていうのを許してあげたり自分にもってそのもっとセルフコンパッションを持ったり相手あなたをいじめた人を許してあげるとかいろんな,なんかアプローチっていうか 戦略っていうかやり方があると思うんですよね。であのこの ね、人間のドライブとこのメンタルヘルスの柱っていうトピックについてはまた別に長いビデオを作っていく予定なのでぜひ楽しみにしていただければと思いますでもねもっとこのことについて学びたいっていう人がいたらこのドクターポール・コンティがですねあのヒューバーマン博士っていうスタンファードですばらしい神経科学者がいるんですけれどもねあのこの2人がですね実はあの対談をポッドキャストの対談みたいな形で YouTube に 12時間ぐらいのビデオがアップされているんですよね。ちょっとリンクつけておきますので、あの英語の対談になるんですけれども、YouTube の自動じ、自動日本語通訳みたいな機能があるから、それをぜひ使っていただいて、興味がある方は見ることを心からおすすめします。本当に自分をどうやって変えていくんだろう、どうやったら幸せな人生を手に入れられるのかっていう、その科学について学べるので、um, It's really fantastic and I highly recommend it. Alright. それではですね、この原因的なアプローチっていうことで大切なポイントは、ね、この三つの動機がある。ね、一つはこの生成的なドライブっていうのがあって、で、攻撃的なドライブっていうのもあって、で、この快楽的な動機、ドライブっていうのがあって、もし依存性が高いんだったら、その活動がね、快楽的な動機が高すぎるっていう場合がある。 で、攻撃的な動機が高すぎる場合,は場合は嫉妬につながって、で、快楽的な動機が高すぎる場合は、意気消沈につながるっていうことなので、自分で意識して、生成的な動機を高めていく活動を選んでいきましょう。ね、それがこのセクションの中の一番大切なポイントだと思います。All r i g h t それではですね、この原因的なアプローチから行動的なアプローチ。 これねクロスミックスするとすっごい効くんですけれども全然行動的なアプローチでもものすごい効くんですよね。本当に素晴らしい科学なのでぜひ次のセクションも一緒に学んでいきましょう。Right, see you in the next section. Right, それではねこの行動系のアプローチのセクションをやっていきましょう。 でこの行動系のアプローチ、ね、これからねなんかいろんな具体的なメソッドとかを紹介していくんですけどもその前にね大きい鍵っていうのを紹介できればと思います、ねね、それはですねこれなんですよね依存性を感じる瞬間に体内で何が起きているかっていうのを理解することなんですよ、right? ね、だから何かしたいなとか ね、このスマホ触りたいゲームしたい何々したいなーって、ね、これを感じている時にねこれドーパミンじゃんって。ね、でこの痛さ、ね、なんかゲームやりたいんだけどできないとかあ今もう我慢できないとこれもドーパミンなんだって。ね、でこれ30日間やめてたらこの波は沈んでいって収まってきて減っていくんだって。今は辛いいかもしれないけどね これ4日後5日後になったら痛さは減るんだ。ね、このあ今これ,これピークなんだあこれやりたいなっていうのは今ピークなんだってで動いていくっていうのはこれトラフなんだって、right? こ,れこれを、ね、タイナの中に今こういうことが起きているんだっていうのが本当にこの大きな鍵だと思うんですよね。で さらにそれだけじゃなくて次のステップまであの進んでいきたいんですよね進んでい,きたいってもらいたいんですよそれはこの依存性があることを行っている最中途中それとその後に体内で何が起きているのかっていうのを理解することなんですよ、ね、だからどういうことかっていうこれ結構深いんですよねドーパミンがリリースされて集中力とかやる気とか行動力っていうのが高まる活動もいっぱいあるわけなんですよ。ね、例えばタバコですよね タバコ吸うと集中力が上がってやる気が高まります。Okay? ニコチンっていうのはそういうものなんですよね。Right? So, 脳にいいわけなんですよ、ニコチンっていうのは。で、ここで、え、タバコはいいのって言ったら、タバコは良くないですよ、体には。でも、ニコチンは別なんですよね。 ね right. でニコチンに入ると結構あのすごいあの大きい話になってしまうのでちょっとこの話を置いてポイントに戻りましょう、right. だからタバコ吸いたいなって思うじゃない、ね、でタバコ吸ってるときバコ吸った後に得られる結果っていうのがあるわけなんですよ集中力が高,る高まるからだからこの何てうのかなあのダブルドーパミンヒットみたいな感じなんですよね,ね、right. エロチック系もそうですよね。 ね、例えば、エロチック系のものっていうのは、ねなんかね、集中力が高まる、ドーパミンがリリースされて、心拍が高まって、ね、やる気が高まるっていう場合もよくあるわけなんですよ。Right? ね、お酒お酒は結構深いですよね。お酒飲みたいなっていうことかもしれないんだけど、お酒を飲むと、扁桃体がギャバっていうのをリリースするんですよね。でそうすると、ギャバがリリースされると、リラックスを感じるんですよ。Right? だから、お酒飲むと、 ね、リラックス感じますよねこれガバのリリースなんですよ、right? さらに、ね、お酒はグルタミン酸っていう神経伝達物質をブロックするんですよねだからお酒を飲むとね a バがリリースされてリラックスを感じて不安感を感じなくなるわけなんですよはい、right? ねっ、so, お酒飲みたいなお酒を飲んでる途中お酒を飲んだ後に感じられるっていうこともあるわけなんですよね。Right? So just ちょっとそれもなんか意識していただきたいんですよね。だから自分が意識していること以外にまだ意識していないやっている途中行った後に得られる影響っていうのもあるんだっていうのを忘れないでいただければと思います。 Alright, so know what's going on in your brain. ね、これやりたいなと思ったら、あ、今ドーパミンだった、これ痛いなって言ったら、これドーパミンなんだねで、さらにそのアクティビューをすることによって、ね、他の、他にいられることもあるんだっていうのも忘れないでいただければと思います。Alright。で、もう一歩入っていくとですね、今すでに自分には、 どのようなドーパミンの波があるのかっていうのを考えていただきたいんですよね。だから前のこのドーパミンの波のプールのイメージがあったじゃないですか。ね、ねどういうことかっていうと、今もうすでに自分の人生の中でねその依存性とかね中毒性を感じるこの波、ドーパミンのプールの波がもう動いてるわけなんですよ。 ね、例えば、ね、毎晩スマホすねすまって朝2時まで動画見ちゃうとかインスタ見ちゃうとか、right? もうその波の動きっていうのがもう存在してるわけなんですよね、今の段階で、ね、新しい波を作るんじゃなくて、right? 朝起きたらすぐソーシャルメディアのスクロールやるとか、ね、テレビつけるとか、ね、これもう習慣になってるそのドーパミンの波の プールの波がもうあるわけなんですよ昼休み、ね、仕事の昼休みにトイレ休憩中とか、ね、通勤中のスマホとかもそうかもしれないし、ね、またはもう本当に大きい問題になってるかもしれない、ね。ゲームとか、ギャンブルとか、ジャンクフードとか、アルコールとか、ね、自分の健康とか家族に影響されるような、ものすごい仕事にも影響するような、ファイナンシャルですよね、お金の面でも自分の、ね、影響するような、この大きな問題がもうすでに存在しているかもしれないんですよね。だから 今ちょっとですね、ぜひ今、僕の人生の中でどういう波の動きがあるんだろうよく考えると、これ、オーシャン、海みたいに1個の波だけじゃなくて、いろんな波があるんですよね。だから朝起きた時の波もあるし、仕事中とか通勤中とかの波もあるし、ね、あの夜寝る前とか週末に出てくる波とかもあるわけなんですよ。Right? So ぜひですね、もう本当にこれをマスターしていきたい人は、一回ビデオを止めてもいいので、その自分のね、 波は何だろうってぜひちょっとノートとかに書いていただきたいんですよね。ね朝起きた時、お昼とかね、仕事の時とか、ね、いろんなのがあると思います、right で。それをやっぱりやっていかないと本当にこの,、ね、あのマスターしていきたいんだったら中、ね、毒性、依存性をマスターしていきたいんだったらやっぱりそのぐらいのワークをしないと聞いてるだけだったらちょっと難しいかもしれないんですよね。Right、でもっと入っていきましょう。この波の話で。 ね、でそれは今のドーパミンの波はねどのフェーズな,んなのかっていうことなんですよねさっきのドーパミンの波とプールのイメージをねちょっと思い出してでよく考えてみましょう、right? でこれ波のフェーズで、ね、す,ごすごいラフで書いてるんですよ、ね、もちろん本当はこうなってないんですけれどもすごいラフに書いてあって、ね、この1日目例えば最初なんか、ね、ゲームやっちゃうとか最初なんかハマっちゃう 初日目ですよねでそれすごいピークが高くてで今度そのトラフもすごい高いっていうか深,深いですよね。ねでこの下に30日って書いてあるんですけれどもやっぱり徐々徐々減っていくわけなんですよドーパミンの波っていうのは。Right? だから15日とかになるとそのピークがもっとひ、ね、低くなりますよね。だから高中 みたいにしてねでトラフも真ん中中レベルでピークもねこっちの最後のところもねそのピークが小でトラフが小っていうことなんですけれどもねだからあなたはねあなたの動いている、ね、波っていうのはどうだろうね大体もう超ラフで分けて OK だと思うんだけどねそれは今この ね、最初の部分なのかな,なんか新しいことにはまっちゃってるっていうこのね部分またはもういつも続いているような,なんてい,ういつもやっているようなもう習慣になっているようなそういう感じになっている、ね、もう真ん中のレベル、うん、またはあのその最後のねフェーズなんだろうちょっともうちょっとでこの依存症っていうのがもう終わるようなね,ねだからこれをちょっとあーのー説明していくとね 今新しい波が始まったフェーズななのかな、ね、例えばその、ね、あの新しいゲームとかソーシャルメディアを始めて、ね、またはすごく久しぶりにアク,アクティビーを始めたっていうのもあるわけなんだけど、ね、例えば新しいゲームが出たんですよね「スターフィールド」スターフィールドっていうのかな,なんかその,の PSXBOX だと思うんだけどあそう結構ヒットする ヒッ妬してるようなんだけど、これ、その、やっぱり、なんかゲームが、なんか六十時間とかかかるゲームだと思うんだよね。僕が聞いてると、right? だから、これ、今、いや、今、二時間目とかだったら、結構、これまた。 ね、このゲーム続いていきますよね、right? だからなんか新しい習慣、なんかアニメのシリーズを始めた時とかもそうかもしれない、海外ドラマのシリーズを始めている時とかもそうかもしれない、または昔見ていた海外ドラマ、例えば、あのー、なんかウォーキングデッドとかをまたなんかシーズン1から始めるみたいな、right? そういう時もあるよね。Right? でもちろんこれはなんか、あのー、他のもあるんだけど、ちょっとこのフェーズに戻りましょう。ね、でまたはこの常に存在している波が、あのー、揺れているフェーズです だから毎日とか数日後、ね、毎日とか数日とか毎週末とかにいつも同じゲームとかいつも同じソーシャルメディアとか、ね、依存性を感じるアクティビティを続けているフェーズなのか <Right. S 1> またはちょっと収ままりり始めてているフェーズっていうのもありますよ、ね okay. なん,かなんかゲームとかソーシャルメディアの興味が少なくなってきたでもちろんたまにはやりたいっていうのはあるかもしれないけど前と比べるとなんか依存性を感じなくなってきたとか。 ね、なんか前はよくスマホ見てたんだけどなんか今はなんかそれを見る必要性がないっていうふうに感じている、ね、このフェーズですよね。Right? So, この、ね、今人生の波、ね、人生のでどういう波ドーパミンの波が動いているのかでその動いている波のフェーズ始めたばっかりのこといやもう常にやってるよっていつも揺れてるよっていうことまたはあ,おおあちょっと終わり始めてるじゃんみたいなこれも考えていただければ あのこれからの,あのアプローチのところによって大きくく変わってくるんですよね,ねでこのドーパミンの波のフェーズから学べるポイントっていうのは、ね、この新しいドーパミンを、ね、やる時とか久しぶりにアクティビティを始める時っていうのはあ今自分で新しいドーパミンの波作っちゃってるなっていうのを理解できますよね。 ね、例えばこのスタ,ーフィースターフィールドっていうのかな、あのー、この新しいゲーム、ねあのー、がリリースされる時、ね、これ自分で分かりますねこれやったら新しい波作ってしまうぞってでこの海外ドラマのね,、あのー、ねに日本のドラマでもいいんだけどなんかこれのがリリースされたら OK これこれ新しい波作るよってでで特にこれ、ね、海外ドラマとかシーズン6とかシーズン12 結構長い波になる可能性があるわけなんですよね。Right?So you can kind of think about it before you engage. なんか新しいことをスタートする前にこれ理解できるわけなんですよね。だからそのできるだけ波を作らないっていうか始めないようにすることっていうのができるよ、ね。でこれ久しぶりにね前に依存性になっていたねなんか感じていたゲームとか。 ね、テレビシリーズをやるっていうのもできますよね。なんか、あの、もう一回ゲームオブスローン見ようぜとか、いや、もう一回。 もう一回それやるそのサーキットみたいなね前なんか中六戦になってたねなんかゲームなんか3年前にすごい中六戦になったたねなんか僕はク,クラッシュ・オブ・クランみたいなのがあったんですけどねこれもうもう一回やるってたまにもう一回やりたくなるんだけどいやいやこれや,やる前に分かるんだよねこれやったらまたはまる可能性があるからやめとこう、right? その洞窟入ったら出れなくなるよみたいな <laughs> この洞窟入ったら出るまでめっちゃ時間かかるぜみたいなねそういうなんかそのねなんか ウィズダムっていうのかなか価値観じゃないよねそのウィズダムなんかあのー、それが分かりますよねねそのねでこれ久しぶりこれも気をつけた方がいいわけなんですよね特にあのー、アルコールはとかドラッグは要注意ねあのー、久しぶりに平日ね帰宅して平日戻ってきたビールって。 Okay. これ習慣になったら仕事とか健康とかに結構影響が出ることなんですよね。ビールっていうのはアルコホールっていうのは自分ののドーパミンレベルを変えていくわけなんですよねだから最近の科学で明らかになって、ね、この行動系の世界大きく、ね、動かしているのは、ね、週2杯以上のアルコホールを飲むとその週の行動力とやる気。 と決断力が下が下ってしまうっていうのがじあの明確になったんですよねデータを通して、ね。だからこのお酒を飲むことによってそのジェネレーティブドライブ本当にワクワクしてやりたいなっていうこのこのドライブが低くなっていくわけなんですよね。で実際にその週に達成できることが低くなってくるでムードが悪くなるっていうのがあの事実だっていうのが分かったんですよ。So, ね、もし過去になんか毎日平日飲んでいたっていうのが、ね、例えば僕の場合は毎日平日飲んでたっていうのが何年間も続いた時期があったわけなんですよね本当に20代の時とか。Right? で僕の業界、ね、その本を書く人とかこの業界で結構お酒を飲む方もい,いらっしゃるわけなんですよね。だかからなんか オッケーじゃあ食事に行こうよって言ってそこでビールが入ってきてでその後なんかバーに行ったりとか、right? And it really、screws up your, その次の日とかその週のクオリティが低くなるとか、right? で僕はその前気づいてなかったんだけど今そのデータがあるからでもしかしたらそのお酒を飲まないっていうのが続いていて久しぶりにオッケーじゃあビール飲むって言ったらもしかしたらそれが毎日。 飲むっていう習慣に続くかもしれない。タバコもそうですよね。久しぶりのタバコとか。Right? So just, just know that ね、この,その波を新しいのを作ってしまう可能性があるよっていうのを忘れないでいただきたいっていうことなんですよね。それをマインドフルネスで、それを理解するっていうか。うん、で、この他にね、 理解できる次のポイントは、やっぱりその毎回その活動、依存性がある活動、アクティビティを行うときに、この沈んでいくドーパミンの波に動きを作っているって理解できますよね。Right? だからどういうことかというと、ね、痛いですよ、依存症っていうのは。痛いよ。Right? 現実はほっといたら依存症が収まるわけなんですよ。これはドーパミンの科学なんですよね。Right? でこれやるたびにあなた波作ってるわけなんですよね。僕もそうだけどあのみんなそう、ね。だからちょっとお風呂に手を入れて、ね、波を作り続けるイメージ。だからお風呂を手に入れてさ波作るじゃん。ね、でちょっとしほ,ほっとくと沈んでくるでしょ。Right? But でもまた手を動かしたら波作れるじゃん。同じような感じなんですよね。ねだからこの ね、お風呂で波を作って、ね、で沈んできてでもう一回なんかゲームやるとかアニメ見るとかソーシャルメディアやるってなったらまた手をお風呂に入れて動かしているっていうことなんですよね。Right? So、ねでもちろん、ね、無意識的にこの最初のピークを追い求めているわけなんですよね。で例えば朝テレビって、ね、つけてるっていうのは過去に朝テレビつけたらなんかすごいニュースがあってわーってなった可能性があると思うんですよね。 で無意識的にこれ当たるかな、ジャックポット当たるかなみたいな、ね、なんかスロットマシンみたいな感じですよね、これやったら次当たるかもしれないみたいな感じで、ま,あ、まさにギャンブルは、まさにギャンブルはそうですよね、その回すごいなんか当たって、OK、もう一回やったら当たるかもしれないみたいな感じですよね、このテレビとかソーシャルメディアもそうですよね、なん,かなんでスクロールしてるの、意味ない、なんかインスタグラムとか、ずっと見て、なんかすごいのが出てくるかも,かもって思ってるわけなんだよね。で、これ、毎回やってるたびにお風呂の中に手を入れて波を作ってるみたいな、同じようなイメージなんだ。 っていうのも理解できるわけなんですよね, <All right. S 1> so, ねなのでこの行い続けることによって依存性を続けているんだ、ね、それを忘れないこれ知恵だ知恵だねウィズダムっていうのは知恵ださっき言って。 あの日本語で出てこなかったこのような知恵をあの身につけることができる。ね、でこれあのこのねドーパミンの,あの勉強ですごいいいのは1回知っちゃうと忘れることができないんだよね。だから結構深いあのいい旅ですよね。<laughs> right、じゃあねあのもっとあるんですよこのドーパミンの波のフェーズから学べるポイントっていうのは。それは深いへこみ、ね、さっき言った「高い」ってちょっとグラフでは書いてあったんだけどこの深いへこみトラフ低いところだよね。そこ そこに入ると痛みが多いんですよでマインドでコントロールするのが難しいんですよね。ねでも浅いへこみ、ね、この浅いトラフの場合だったら痛みが少なくてでマインドのマインドだけで 意識してコントロールするっていうのがこの比較的に楽になるわけなんですよね。So this is, this is, this is, this is really important. こ,こ,これがこのアプローチの土台になっていくわけなんですよね。a l right?So let's get into it.、Right. どういうことかっていうと、この、ね、トラフショーっていうところ、ね、この最後のところとか、ね、この とととこころまでで持っていくくががきると痛みが少なくなりますああやりたいなとかゲーム中毒とかもね本当になんか25日とかやってなくてねそしてあこれ今日やりたいなと思ったらも,うもしかしたらもう考えるだけでやめとこうっていうのができるかもしれないんですよ、ね、だからマインドのコントロールが比較的に楽なんですよねでもこのもうすでにいつもそのピーク中とかねピーク ピーク高いとかねいつもやっているとか、ね、その時であゲームやりたいなって感じている時に本当にやりたいってなってじゃあ今日やめようって言ったらもう無理コントロールできないかもしれないんですよねマインドで意識して、ね、その自由意志っていうそのパワーが弱くなるわけなんですよね,ねだからマインドでコントロールするっていうのがものすごい難しいまたはできない場合っていうのが多いです Alright, so don't forget this. Okay. だから、もし中毒依存性を感じていることをやっているんだったら、マインドでコントロールができないかもしれないっていうのを忘れて、でも収まってきたら、もっとマインドでコントロールするのが比較的に楽になってくるっていうのを忘れないでいただければと思います。じゃあ、これから何を学べるのかっていうと、ここなんですよね。この最初のフェーズ。 ね、例えばその,あの、ね、もう一回ゲームやろうとか新しいゲームに超ハマってるとかそういう時、okay? ね、このフェーズでは、ね、自由意志自由選択するっていうのが難しい、ね、でも本当にワクワクすることをやっていたらおそらく今中毒性を作っている波を出している作っているんだって、ね、依存性につながる波を作り出しているドーパミンの波を大きく押してるぞっていうのは自分で本人気づいていないと思うんですよね、right? で なんか最初、あのー、すごいお酒を楽しむ時とかタバコを楽しむ時とか、ね、ゲームを楽しむ時とかはもしくは、ね、子どもがやっている時とか子どもが、ね、ゲームをやり始めている時にそれがあの僕の、あのー、依存性につながるんだとかに気づいていないわけなんですよね。Right. それがプレジャードライブにつ,つながるとか。Right. でこのなんか常に存在している波が揺れているフェーズですよね。 ね、このフェーズも自由意志もうゲーム中毒なんだって、ね、ゲーム依存性があるっていうのは、ね、何でもいいですよ、ギャンブルでもあの食べ物でも、ね right? こ、やっぱり自由意志っていうのが、やっぱり難しいわけなんですよね,ね、非常に難しいと思います、ね、メンタルでコントロールするっていうのは。Right? でも、この場合は依存性があるっていうのは、本人が気づいているフェーズなんですよね。 Right. だからもうここに入ると最初新しい波を作っている時はうわこれ最高じゃんみたいな、right. これよくあのあのお酒もそうだよね,ねお酒最初飲み始めたら、ね、そのガバがリリースされてリラックスし始めて、ね、でその不安を感じなくなってきてみたいな感じで、ね、すごいなんか、ね「イ l ー a p p y made you f e ー l like you're okay, 私大丈夫なんだ」って。 ね、でもしかしたらそのねなんかちょっとアグレッシブドライブみたいなのがね戻ってきてちょっとワクワクすることをやったりとかねそのうわーとか,なんかねテンション上がったりするかもしれないねでも,ねもうその毎日お酒を飲んでいるってなったらでも求めることお酒で得られることよりもう自分が避けたいことになっているでも自分を止めることができない。 ゲームもそうかもしれないお、ね、お酒を飲むのを避けたいんだけどコントロールすることができない、right? だから最初に得れた、ね、このヒーリングみたいな楽しさっていうのとはもう全然違う、でも自分の手を止めることができない、ゲームもそうかもしれない、やっちゃダメやらない方がいいって知っている、やったらすごい落ち込む、やったらもう泣くような、ね、痛いんだけど止めることができないみたいな感じですよね、right? で、これマインドで止めるなんてすっごい難しいことなんですよ。 Right? でこの波が収まり始めているフェーズ最後のフェーズっていうところに入ってくるとやっぱりその自由意志、ね、マインドでコントロールするていうのが比較的に楽になるっていうことなんですよねでこの波のフェーズがあるから僕たちはアプローチを変えることができますで大きくもうあの2種類のアプローチがあるんですよね一つが自由意志自由選択系です もうマインドでコントロール行動をコントロールする選択するっていうことです。ね、でこれは本当にねあのその日の時間帯とその日のドーパミンのレベルによって決断力が高くなったり低くなったりします。ね、だから普通の日な普通の日、ね、だから夜10時とか11時に寝て朝7時とかに起きて朝起きて太陽をたっぷり浴びて、ね、でそのような普通な日があっても。 Right? その日にプラス冷水シャワーを浴びるとか冷水風呂に入って自分のドーパミンのレベルを高めるとドーパミンのレベルが高い日の方がこのマインドで今日やめよようっていうのが楽になるんですよね,ねドーパミンのレベルが高いと、ね、あーのドーパミンの経路の話であの説明したんですけれどもドーパミンのレベルが高いとその自分のゴールにマッチするような行動をもっと楽に取れるわけなんですよね。 でも夜2時まで起きてる、ね、朝ちょっと寝坊をしてであーのーその朝光を浴びないで、ね、運動もしてないで,、ね、でそのまま仕事に行ってで夜11時とかまで、ね、強い光を夜光浴びて、ね、そういう毎日が続いている場合はドーパミンのレベルが低いわけなんですよね。ド、ね、ドーパミンンのレベルが低い時にはやっぱりマインドでオッケー今日 なんかこれやめようっていうのがすごい非常に難しくなるっていうのが事実なんですよね。でこのドーパミンのレベルをどうやって高めるのかっていうそれだけのビデオもあの作りたいんですけれどもちょっとそれがもしかしたら次のビデオになるかもしれないんですけど一応ですね前に ADHD 原因と新しいいアプローチっっていうビデオを作ったんですよねでその中にですねこのドーパミンをどうやって高めるのかっていう ADHD っていう表情もこのドーパミンが原因なんですよねだからドーパミンを高めると ADHD の表情が少なくなるだからドーパミンのお薬っていうのは基本的にリタリンとかアドロールは基本的にドーパミンを高めてくれるあのお薬でだから ADHD の人たちはなんかセルフメディケーションでねタバコをいっぱい吸ったりとかニコチンガムいっぱい食べたりとか あのね、コーヒーをいっぱい飲んだりとかそういう形で自分のドーパミンを高めるっていう方がいっぱいいらっしゃると思うんですよね。なので,あので本当にちょっとでも ADHD かなと思っている方はこ,このビデオはあの。It s, it s ライフチェンジング、ライフトランスフォーミングという、本当に人生がすっごい良くなるようなあの内容がいっぱい入っていますので、ぜひ見ていただければと思います。で、逆に、じゃあ、この、どうやったらドーパミンのレベルを高めていくんだろうっていう、それを知りたい人は ADHD の中のビデオで、すべて、あの、2時間くらい、2時間、 3時間のビデオかわ分からないんだけどそう、全てチャプターマークがついていますので、ドーパミンの流れを高めるというチャプターがあるので、そこに行っていただければ、あのそのセクションだけを見ることができるので、ぜひあのそれを見ていただければと思います。It's really, I mean, あの僕は自己啓発系であのずっと本当に、ねなんかね、20代の時からこ,のこういうのを学んでいるんですけれども、やっぱり。 ここののドーパミンのレベルを高めるるるととががでできき人生が大きく変わるんですよねやっぱりマインドでこれやめようとかこれやろうと思っててもその決断力行動力っていうのはドーパミンと大きい関係性があるのでもしドーパミンのレベルが低いんだったらねやっぱしできないできないのよすごい難しいのよでもこのドーパミンのレベルを高めていくともう自分が変わるっていうかもう本当に 大きく大きく人生が変わってきて、もう本当に、あの、it s, it s a, いつ、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 いついついつい i いつ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  さっき言ったあのコーティ博士ねあのお医者さんのあの幸せの。 どうやったら,しら幸せな人生を作るのかっていうのがその次になってくると思うんだけど、So let's go back、ね、ちょっとあのごめんなさい、なんか別の,あのビデオについて話してたんだけど、right. so, 自由自ね自由選択系、マインドでコントロールするっていうのは非常に難しいことなんですよね。で、自分のドーパミンのレベルに関係あるし、夜の方が難しいっていうのは普通の場合です。朝だったらゲームしないっていうのすごい楽にできるかもしれないけど夜、夜疲れてて仕事が終わって家帰ってきて、ね、ゲーム機が目の前にあると、今日やめようっていうの がね、この最後のフェーズに入ってても非常に難しく感じるっていうのは間違いないです。それ科学だよね。Right. じゃあ次に行きましょう。ね、なのでなじゃどうすればいいのって。どうすればいいの,って,、ね、いいのって。環境系アプローチ。環境系アプローチなんですよね。ね。それは依存性がある活動をすることを難しくするために環境を変えるっていうことなんですよ。 だからあらかじめアクティビティができない、するのが難しい、または面倒になる環境を整えるということなんですよね。超シンプルでエクストリームな感じで説明すると、ね、なんか夜いつもゲームやってしまうんだったら、ゲーム機を売ってしまう。はい、もちろん買う、また買い戻すっていうのもできるんだけど、right? ゲーム機がないとゲームできないですよね。ももちろんそのこれはエクストリームなな感じでもっと楽なあの弱い やり方も例えばそのゲーム機をなんか自分のクローゼットの中に置いといて電池がないようにして夜電池ねえじゃんって言って家に電池がないからコーからコンビニに行って電池買うのめんどくさいからゲームやめようっていうそのようなやり方もあるわけなんですねそれ結構深くこれから説明していくんですけれども、right? so, それがそのなんか環境系の,あの意味なんだよね、right? so, なので、ね、アプローチの基本的なの として、ね、このやっぱりこの,この緑と、ね、あの赤色きピンクっぽい、ね、フェーズに今自分の異論性の中、ね、毒性があるような活動で今こっちだなって感じているんだったらあの環境系のアプローチからスタートするのがいいと思います。 ね、でも本当にもう最後の最後みたいなこういう系だったら自由意志系でできるかもしれないんですけれどもおそらくあの環境系のアプローチのセクションを学ぶとあのこの弱い環境系と強い環境系っていうエクストリームなやつと弱みたいなのがあるわけない弱いやつがそれの弱でい,あのいける時もあるなんですよねということです All、right。なのでちょっとねこの,あの環境系のアプローチ について、このその弱とエクストリームっていうことについて、ちょっと説明していきたいんですよね。だから活動にアクセスできるできない環境にはね。僕はちょっとあの3つのレベルに分けているんですけれども、弱中強とレベルがあります。 Right. だから例えば、スマホのエンドレススクロールを例にしましょう。ねね、いつもなんかスマホを夜 <laughs> 見てしまうみたいな、ね、ずっと止めることができないみたいな感じですよね。Right. 一つ、ね、弱でいくと、SNS のアプリを消すっていうのができますよね。 まあ本当に見たいんだったら、ちょっと同じ日にね、その5分後にインストールできるわけなんですよ <laughs>。Right?、So、これはもしかしたらその弱弱、弱い例ですよね。コントロール的に自分がアクセスできるっていうの。じゃあもうちょっとレベルを高めようって。じゃあスマホをロックしようよって。こういうタイムロックコンテナっていうのかな、日本語にすると。アマゾンであのタイムロッキングコンテナっていうといっぱい出てくるんですけれども、安いやつから高いやつみたいなのもあって。本当に夜夜じゃももう,夜もう ね、なんかミュートにして、または電源消して、スマホを入れちゃうわけなんですよ。で、朝の、ね、これは14日までロックできるやつなんだけど、もうね、何時間とか何日みたいなのって、はい、ロックって言ったら、もう、これ、ぶっ壊さないとあの開くことができないんですよねでで。電池外すことができるんだけど、電池外してもあの開けられないんですよ。そう、これはそのアプリを消すよりちょっとレベルが高いですよね。 ね、なので、そういう感じでスマホをロックボックスに入れるっていうのもできるんだけど、一応、次の日、次の夜やらないかもしれないよね。Right? So risk. Always risk, right? だから、中だよね,ね。じゃあ、もうスマホ売ろうよっていうの結構いいですよね。フリップ形態に変えようよって。はねこれ頭いいね。夜、スマホ触ってもアプリがないからね。 ね、so、それ、結構今日ですよね,ね。エクストリームじゃないけど、結構今まあ、エクストリームに入るかもしれないんだけど、今、ね、日だよね。もちろん、あ、もうやだって言って、ね、なんか、あ,あの、ドコモショップとか、ね、au に行って、新しい携帯を買うっていうのは可能なんですよね。それで、always、なんか、もちろん、なんか、どんなやり方でも、エスケープルートはあるわけなんですよね。で、そのエスケープルート。 がない場合でも、後から出てくるわけなんですよ。ね、例えば、ね、お酒中毒とか、ドラッグ中毒になってしまって、じゃあ、施設に行くと、ね、でその三ヶ月の施設に入って、で施設出たら、またそのリスクがあるわけなんですよね。だから、この永遠に、このアクセス環境系、永遠。 好きにアクセスできる環境っていうのはおそらくないと思うんですよね。例えばお酒があるから、なんかお酒が飲めない国、サウディアラビアに行ったって言っても、やっぱりサウディアラビアのホテルで飲めるかもしれないとか、ね、ブラックマーケットでお酒を買うことができるかもしれない。Right? So, I'm just telling you, なんかこういう、でもとりあえず一応この弱、中、強っていうのがあるわけなんですよね。で、この、ね。 自分のの依存性のレベルによよって戦略を変えないといけないいいとけんですよ、ね、だからこのさっきの、あのーね、グラフのレベルで,で本当に依存性高いなってこのトラフ結構深いなっていう場合だったらその弱だったら効、ね、かないかもしれない中じゃないといけないかもしれない超、ね、じゃないかもしれないといけない、ね、で正直言って試さないとわからないっていう時が多いんですよね。 ね、だからその1回目で成功しできないっていうのが普通だと思うんですよねだから一発命中じゃなくていっぱいポン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 球を打っていかないといけないっていうアプローチですよねでやっぱりこれを続けていくためにはそのさっき言ったその成長型マインドねエンパワーメント大丈夫だよ続けていこうよそして自分に対する愛ですよねヒミリティねあのー、ね辛い辛いけど大丈夫だよってねだからそのあなた の人間性が低くななるっていいうことじゃないんですよね依存性がある。依存性があるっていうのは普通なことなんですよね。特に、ね、21世紀今の社会人としていや、ね、なんかアプリとかゲームとかテレビに依存性がないっていう人は結構レアなんですよね。ねで普通の人は何かに対して依存性,依存性を持ちます。でこの 相手もプロなんですよね例えばテレビドラマの、ねあのーね「ウォーキング・デッド」を作ってる、ね、ディレクターとかプロなんですよ、ね、だから最初にドーパミンがグワーンっていくようなショッキングなところからスタートしてで真ん中は全然つまんないみたいな感じで最後にまた「<laughs> え今どうなるの?」みたいな話で終わりますよね。 Right? 次のを見たくなるように。相手もプロなんですよ。Right? 広告、YouTube とかもそうですよね。Right? 成功してる YouTuber とかは、ね、理解してるわけなんですよ。こうやったらドーパーメインをヒットさせて、最後まで見させるとか、ね。広告もそうですよね。テレビもそうですよね。Right? ゲームもそうですよね。ゲーム協会ってまさにそうですよね。<laughs> ね。無料でハイスタートって言って、ね。で、面白いってなって、じゃあアプリで買ってくださいとか。Right? So, it's not like, it's not attacking your character. あなたは、人間としてあなたがダメなんだっていうことじゃなくて、ね、今こういうなんかドーパミンの流れがあって、で、これを通して学んでいこうよって。で、これを通してなんか成長していって幸せな人生に行こうよっていう愛を持って生きていくっていうのが、このコアになってくるんですよね。Right.So, これからですね、あの、 いろんな具体的な例を出していくんですけれども、ちょっとこの依存性の活動の種類が多すぎて全てを可能。あのカバーするのが不可能なんですよね。だからその食べ物もあるし、お酒もあるし、タバコもあるしね。なんかギャンブルもあるし、いっぱいあるわけなんですよね。なので、ちょっと僕はこの基本的に皆さんにあのー、コンセプトをつかんで。 もらいたいた、ねううううだ,ね、だから何かこの一回この釣り,方を釣りのやり方を学んだら、ね、海でも釣れるし川でも釣れるしなんかこの別のなんかカリブ海でも釣れるみたいな,そのな,んかなんかコンセプトを学んでい,きいっていただきたいんですよねだからあなたが釣るものは、ね、ちょっと僕がこれから説明することとは違うかもしれないんだけど釣り方っていうのがおそらくあのこのビデオこのセッションを通して学べるはず。 ですね、なので僕この,このビデオで釣っていくのはスマホとゲームとアルコホールにさせていただきました、ね、なのでそのエンドレススクロールですよねずっとスマホを触ってしまう触ってしまうっていうやつと今度はあのゲームでゲームはスマホのゲームじゃなくてあのパソコンのゲームまたは PS とか Xbox 系のゲームでアルコホールはアルコホールです、right、なのであのこの釣り方を学んでこのアプローチ ね、アプローチが釣り方なのでこれをギャンブルとか食べ物とか別のことに自分自身の依存症にあの置き換えることができます。Right. それではですね、えー、と最初のスマホのセクションからやっていきましょう。ね、この,あの環境系アプローチです。でちょっとね弱、中、強っていうふうにあの3つに分けていきます。ね、で弱っていうのは うん、あのさっきも言ったんだけど、まあ、スマホのアプリを消そうよっていう感じですよね。これはね、弱だよね。うん であともう一つはスマホ内のアプリ使用時間機能制限機能っていうのがあの今 Android とか iPhone にはついてます。ね、それをちょっと Google で調べて、OK、じゃあ,あ,の、ね、あのスマホはあの触っていいのはインスタはこのアプリは1日10分とか1日1時間までとか、ね、で1時間超えたらへもうちょっとであの1時間になるよって言ってどうするプラス1分とか、ね、今日はあの無視するみたいなそういうオプションが現れてきてちょっとなんか押してくれるわけなんでちょっとなん,か、ね、なんかサポートしてくれるわけなんです。 ですよね、その環境,環境を通して。でもうちょっと行きたいんだったら例えば夜いつもスマホを見るんだったらなんかスマホをなんか消して別の部屋に置いとくとか、ね、そういうことができますよね。 ね、でちょっと中のレベルに入っていくとさっき言ったこのタイムロッキングコンテナですよねこ,れこういうのを使ってやってみようっていうのがありますでねこれあの本当にね、あのー、1個持ってるといいと思いますよやっぱり人生依存性なしで生きれるっていうのはねその人いたらちょっとそれスーパーヒューマンであ、あのー、すごいと思うんだけど、あのー、僕は全然ねあのー 依存,性がない依存性があるのが普通だと思うから家に1個はいいと思うんだよね。あのね中にはその、まあ、自分で穴を開けることもできるんだけどあのスマホのチャージャーをつけられるようなのもあるしなんか透明のもあるんだよね。僕はあの透明のはあんまり良くない個人的には目に見え,見えないと考える。 機械が少なくなるから個人的には色がついてる方がいいんじゃないかなと思うんですけれどもやっぱりいろんな種類があるのであの別のこととかもねスマホとかテレビのリモートとか PS の電気の,あのゲーム機能なんかあれを入れるとかあのねなんかいいと思いますいろんなのがある OK で、えー、とここ結構ねあこれはちょっと調べないといけないああの専門知識が必要になるんだけど VPN を使用する有料アプリがあるんですよね。で、有料アプリを使って、あの、これはそのエロチック系とかにも向いてるんですけれども、あの、ギャンブル系のサイト、サイトを通してオンラインギャンブルの,の時にもできるんだけど、あ、これはゲームでもできるんだけど、あの、 このサイトにに行けないいっていう感じすするんですよねだからアプリをダウンロードして VPN だからこの iPhone がやっている、ね、iPhone でこの、ね、なんかあもうもうスマホインスタグラム1時間見てますよやめますかって一ポクツって出てきたらいやもう今日は無視するっていうのができるんだけどもっとレベルが高くてもうそもそもそのインスタグラムにアクセスできないこの時間と時間はどんなに開いてもねインスタグラムにアクセスできない。 でもっとレベルちょっと高めたいんだったらもう本当にロックかけちゃってねインスタグラムとかあるウェブサイトとかね何でもいいんです YouTube とか何でもいいんだよね,ねでポルノサイトとかもそうですしねそのロックかけちゃったら、ね、ロックが、ね、オフになるまでにどんなにあなたがアプリ触ってもアクセスできないんですよねでどうやったらそのロック解除するのかっていうとデベロッパーの会社に メールしてその返事にロック解除のコードが入るみたいなそのレベルまで上げることができるんですよね。Right? だから普通の iPhone とか Google の Android についているあのソフトとは違う、ね、時間制限アプリっていうオプションもあります。 ね、であとあのこれ結構いいなって思うのはあのスマホを自分のスマホをなんか自分の僕が日本に住んでた時にアパートになんかロックがついてるあの郵便ボックスみたいなのがあったんですよねだからちょっとあの、ね、盗まれるのが嫌だなっていう方はちょっとあの向いてないと思うんだけどなんか安全安心なところに住んでるんだったらもしかしたら封筒の中に入れといた方がもういいかもしれないんだけどなんかスマホを、ね、もう消しちゃってあの封筒に入れてもう夜なんか家に帰ってると。 家のなんかアパートの郵便ボックスに入れるとかでまたはロックボックスで自分の庭の外にねなんか入れておくとかそうすると夜スマホ見ようって言ってもやっぱその面倒くなくなるわけなんですよね面倒になるみたいな感じなんでこれ後からあのちょっとヒントにつながってくるんですけれども。 アプローチの。Right? So that's that another option, right? でこれもちろんスマホじゃなくてね、別のことでもできますよね。で、もっとあのエクストリームっていうか強いレベルに行くと、スマホを 3G に変えるっていうのもできますよね、もちろんね。また、そのなんか 5G なんだけど、なんか、あのすごいなんかあのデータが少ないから、なんか1日ちょいしかインスタグラムできないとか。でもっと行きたいんだったら、の家のインターネットいね解約しようとか。 Right? そういうのもできるしフリップ携帯に交換しようとか、right? so this is, this is about, right? 結構これリアルになことを話していて30日だけで済むっていう場合もあるわけなんですよね30日スマホを触るっていうのをやめたらもう治ったって。 ね、でそれでもう本当にこれ強化があるからこのままフリップでいいやっていう、ね、そういう人もいるかもしれないしじゃあスマホ戻そうっていうねそういう人もいるかもしれないんですよね。でやっぱりその本当にあのねやっぱ久しぶりにもっとスマホに、ね、久しぶりにその洞窟の中に入りたくなる。 Right? で本当にそれがコントロールできない、ね、何年後かもしれないけど、ね、よくこれ、ドラッグとか、ハードコアなドラッグとか、アルコホンに,にある話ですよね。Right? タバコもそうだよね,ね。そういう場合だったら、もしかしたらずっと、ね、こ,のこの環境を続ける、今日の環境を続けるっていう方がいいかもしれないんですよね。そう、あん、釣り方のコンセプトですよね、このどうやって釣るのかっていう、ね。 Right. じゃあ、ちょっとゲームの場合で話していきましょう、ね。これ PS、Xbox とかパソコンなんですよね。Nintendo Wii もあの。スマホのゲームじゃないっていうことなんですよ。弱、right. まあ、っていうのは、ねスマ、ゲームやっていい時間を決めるっていうことですよね。ねそうするとなんか気持ちよくゲームができるかも。ね とととなんかかかコントローラーラの電池を外すとか捨てるとかねだからゲームやりたいんだけどコントローラーの電池がないじゃんみたいな <laughs> ねそういう感じですよね。でまたはあのゲーム機本体を別の部屋に置いとく。ねなんかやっぱあのー、ね仕事が終わってゲームやっちゃうんだったらもう PS5 とかねをもう外しちゃってテレビから外しちゃって HDMI ケーブルも外してなんか 家のの中での別の部屋とかにバラしちゃう、ね、クローゼットの後ろとかねか置いとくわけなんですよすると家帰ってあ今テレビやりてえなって思うんだけどちょっとめんどくせえこれから入れないといけないのかよみたいな感じでめんどくさくなりますよね,ねそういう感じもある。うん であのこれね結構ゲーム専門になってくるんだけどこれスマホだったらあ,のあんまり意味ないんですけれどもやっぱこの今最近のゲームってあの50ギガバイトとか40ギガバイトとか150ギガバイトのゲームっていうのがあるわけなんですよね CODCall of Duty とか。Right? で1回これゲーム消しちゃうと再インストールするまで30分から2時間かかる時があるわけなんですよ。 で、ね、そのもちろんそのゲームのサーバーとかによって、自分のインターネットのスピードで変わるんですけれども。だから、その20分なんか我慢しないといけないわけなんですよね。で、そうするとその待っている間にそのドーパミンのあのあれが止まるかもね。あのへこみが。 でなくなるかも痛みがなくなるかもしれないしこれ2 3 0分やらないといけないもうやだって言って今日はやらないってやってもう寝,寝た方がいいみたいな感じであの別の選択を選ぶかもしれないっていうことです。でさっきも言ったこの VPN の使用する有料アプリ、ね、これで本当にそのコンピューターの中に入れちゃうから恐らくパソコンとか XBOX できるのかなパソコンだったらできるんですよね。フリリーームムっっっててていうアプががあったたりりとかかかか本当ににどんなにゲームやりたくてもロックがかかってるから アクセスでできないんですよ、ね、そのゲームのサイトとかゲームを開くっていうプログラムにアクセスできないっていうでもちろんそのこのアプリを消したらアクセスできるけどねでもう一ついいのはねあこれもしかしたら今日かもしれないんだけど その自分のアカウントを消すっていうことなんですよね。でこれはちょっと中と今日の間かもしれない、ね。例えば、フォートナイトとか、コール・オブ・デューリーとか、そういうゲームをやって、他の人とや遊ぶゲームをやってるんだったら、もう自分のアカウントを消しちゃうわけなんですよね。でねそうすると、またアカウント作らないといけないみたいな感じで、もしかしたらこれは今日かもしれない。これは結構 心がが折れるる人生が変わるステップだと思うんですよね例えば僕は「フォートナイト」っていうゲームがあの大好きであの本当にあのインターネットのゲームの仲間とかがいっぱいいるわけなんですすごいポジティブな人たちがいてなんかゲーム一緒にやるのが大好きなんだけどちょっと僕もしそのアカウント消したら友達とかと話せなくなるからまたゼロからやるってなっておそらく僕も 永遠にフォートトナイトやめるかもみたいなそこにつながるかもしれないような結構でっかいステップなんだよね。そうだからゲームを消すっていうのもあるし、ね、アカウントを消すっていうのもありますっていうことなんだよね。もしかしたら今のは今日だったかもしれないよね。でもちろんゲーム機を売るとか捨てるとか、ね、もうゲーム機がないだからやろうとしてもできないっていうのはあるよね。でこれ,それじゃあ30日間なんか友達の家に置いてもらうとか30日間自宅に、ね、置いとくとかそういうのもできるよね。 ね、でテレビ、今度ゲームはあるんだけど、ゲームやだ、ね、ゲーム売るのやだっていう,うテレビとかモニター捨てちゃうとか、そういうのもあるしで、もう一つは、ゲームができないスペックに下げるっていうのができるんですよね。例えばその、あのゲーミングが、ね、得意な人は、144GHz から 30GHz のモニターに変えると、なんかゲームがすごい遅くなるとか、<laughs> ね、なんかゲーム専用のなんかマウスがあるんだけど、それをなんか普通のマウスに変えるとか、キーボードに変えるとか、ね、そういうことですよね。そうするとなんかあできないって PS5 PS4 に戻すすととか PS すとか PS3 にるちょっとそれは現実的じゃないかもしれないんだけどあのパソコンの場合だったらグラフィックカードを変えるとかね本当にパソコンだったらそのゲームができないスペックに下ろすだからその一応なんかあのパソコンは使えるんだけどゲームができなくなっちゃうとかねまたは Windows から Mac に移動するっていうのもありですよね。Mac だったら結構、あのー その専門ゲームが、フォートナイトとか、uh, Call of Duty とか、結構その人気のゲームがないわけなんですよね、Mac で。Right? だから、そのコンピューターは使えるんだけど、Mac にしたから、そのゲームがアクセスできなくなったっていうようなやり方もあります。Alright.So, these are some ideas, okay? じゃあちょっとアルコホールの方に行っていきましょうで。もちろんそのスマホとかゲームのやり方で別のやり方もあるよっていうのもあると思うので、もしねなんかあの僕がカバーしないやり方とかでこれは絶対みんなに知ってもらいたいっていうのがあったら本当にぜひぜひコメントで教えていただけると本当に嬉しいです。I really appreciate that Thank you Thank OK。で、アルコールの場合なんですけれども、ね、例えばアルコールも、OK。じゃあ、週に2本とか、週に5本とか、ね、も,もう決めるわけなんですよね。何本とか。ね、これもちろんマインドでコントロールするのはすごい難しいことですよね。特に酔っ払ってくるほどコントロールが難しくなるからね。アルコールの場合は。 であとあの、結構ね、あの僕もこれあのよくやるんですけれど、家の中にあるお酒を捨てる。もう一つ、これ捨てるんじゃなくて、ね、飲んじゃうっていう手もあるんだけどね。<笑><笑> okay、あーうんあのこれもちろん、あので本当に依存、ち気をつけて今、今のちょっと冗談で言ったんだけど、中には冗談じゃないような人もいるので、の Sorry、申し訳ございません。ケ、okay、ー。だから家の中にあるあのお酒を捨てちゃって、でもうお酒を買わない。ね であのー、ねそのなんかいつもなんかコンビニに寄っなんか通勤中で家帰っている時にねなんか、あのー、コンビニに寄ってお酒を買っちゃうんだったらもうその道を通らないっていうのもあるよね。コンビニに入らないとか別の道を通るとかでスーパーでなんか買い物しないといけない時になんかビールセクションとかお酒セクションを通らない。 っていうやり方もありますね。これは弱なんだけどね。alright で、あの中はこのお酒が入るイベントを避けるっていうのは結構これはあのいいと思いますね。あのもちろんお酒を飲む友達を避けるっていうのもできるんだけど、やっぱり友達お酒をいつもね飲んでる友達といるとなんかへクリス飲もうよとか言っていいじゃんビール飲みないよこれ欲しいよとかねなんかたまにはこれこれ二万円のタキラなんだよとか言ってくるわけ <laughs> なんですよね。僕のあの僕の妻のお父さんとか結構あの レストランの,あのオーナーとかいろんなビジネスやっててなんかすごいお酒が入ってくるわけなんですよね。<laughs> こんないなものでんか1本2万円なんかワンショットこれ普通にレストラン買ったらなんか50ドルするんだよとかってだから、ね、そういうのが平日に入らない難しいよね、えー、だからそういうあのなんかいつも飲む友達とかがいるんだったらそういう友達と。 なんかあんまり合わないっていうのもちょっと難しいかもしれないけど一つのオプションとしてはありなんだよね。でこれちょっと日本で僕が行った時にの独特なあの生活のスタイルであったことなんですけれども誕生日パーティーなんですよね。またはパーティーとかで平日の夜のパーティーとかなんですよ。ねでスタートが なんか8時とかで,で仕事が終わったら来るからなんか人が9時とか10時になってもまだどん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 来ててでなんかねちょっと食事とか用意されててお酒がいっぱい入ってでも本当に終電で帰るとかねこういう系なんですよねでやっぱりそのパーティーに誘われて本当は行きたくないんだけどこれ断ったら変だよねってこれはもうどんどん全然断っていいことだと思います。本本当当ににこれアンヘルシーだと思うんですよねあの本当に そのドーパミンとかのレベルとかも考えていくとね。So that's one thing that you might wanna。もしかしたらこれはちょっとその断るのが苦手だったら、ちょっとここはもっと断り始めていいことかもしれないんだよね。で逆に相手が何で断るのって言ったら、それはあなたに対する愛じゃないかも。それは selfish、自分中心になってるかもしれないんだよね、その相手が。 Right? で相手があなたの視点を考えていない、あなたの人生で今必要な、このジェネレーティブ・ドライブ、ポジティブなところを、そのドライブ、その動機を高めるためにやっていることっていうのを理解していないかもしれないから、特にその自分のエンパワーメント、自分を応援して、自分を愛するっていうのが、この断りの鍵になってくるんですよね。All right. であのあの、会社のイベントとかもそうだよね、気をつけないといけないということで、もちろんあの家族、職場、友達と話すっていうのは結構強いと思います。 ね、職場の人ともあのイベントの前にあらかじめに話してちょっとお酒を今飲みすぎていてお酒をクリーンにする人生をやりたいんだよねって言ってであ本当に応援してくれると嬉しいですっていうのをなんか特に朝の時間に、ね、上司にミーティングを作って本当に真剣に話したら、ね、もう冗談で「おい飲めよ」とか言わないんだよねで逆に他の社員が「冗談飲めよ」って言ったらその人が、ね、その上司とか社長が「お前、ね、クリスにそういうのやめなよ」って言ってくれるかもしれない。Right? So. ね、友達とか家族に話すっていうのはでっかいことですでこれもっと後で説明していくんですけれども重要なアポをお酒を飲む次の日に入れるんですよねだから例えば会社のイベントでお酒を飲む日が火曜日の夜だとしましょうなんか忘年会みたいな感じで,、right. でそしたら水曜日の朝9時に営業のアポを入れるとかクライアントのアポを入れるっていうのができますよね営業をやってるんだったら、right. するとお酒飲んだら次の日営業ができなくなっちゃうからダメだよね Right? そうすると自分も飲みたくないし会社の人たちとかに「あちょっと朝九時からんですいませんよ」みたいな感じでスルーしてくれるということになるかもしれない。なので,、yeah. でもっと今日に行くとお医者から診断を受けて本当に問題になっているんだったらやっぱりドクターストップですよね。このままやってるとあなたの肝臓が3年以内で、ね、壊れると思いますってでおそらくあの残りの人生が5年とかになるよとか言われるとうわーって。ね、You'll think about it、ね。そして、ね、アルコール。 アルコホリックスアノニマス日本語で書くねアルコホリックスアノノミスに入るっていうこともすごいいいですよねサポートねその専門的なサポートを受けるっていうのは間違いないねでもっとエクストリームの場合だったらね3ヶ月の施線に入るとかね30日の施設に入る自分一人でできないからっていう感じの本当に ちょっとエクストリームの方になるんですけどもこういうオプションもあるっていうことなんですよね。Right? なのでちょっとねそのスマホゲームアルコールって言ったんですけれどもこれは本当になんか食べ物とかにも変えることができるよね。ね例えばそのいつも家でなんかジャンクフードをねお菓子を食べちゃうんだったらもうお菓子をね家の中のお菓子を ね、捨てちゃうとか、ね、買わないようにするとか、ね、そういうやり方もあるしなんかいろんなそのコンセプトをつかんで自分自身のやり自分なりのなんか釣り方っていうのを作っていくで変わってくるでもその今はその今強いフェーズなのか、ね、今弱なのか。 これ弱弱の環境アプローチやってみて、できなかったら、ね、ああ、俺できないんじゃ、じゃなくて、OK、じゃあ中に変えよう。で、中で聞いて、OK、中でできなかった。そしたら今日に変えようとか。Right?So this, it's really, that's the principle behind of this.All right. で、さらにですね、もう一歩やるっていうのが僕のおすすめなんですよね。で、それはどういうことなのかっていうと、ね、 その依存性がある活動を止めるっていうことではなくて変えるっていう方法もあるわけなんですよね。Right? でどういうことなのかっていうと例えば夜のソーシャルメディアを、ね、スクロールを、ね、夜のソーシャルメディアをオオーディオブックにすするるっていうのもできるんできんよね,ねこの間あの新しいあのディズニープラスで「スター・ウォーズのシリ」のシリーズが出てきたわけなんですよ。 でちょうど土曜日の夜で子どもたちが寝て、オッケーこれは週1回のだらだらできる時間だみたいな時に、に、ね、この「スター・ウォーズの」あの映画の長いシリーズを始めようとしてで、もう直感的に分かったんですよね、僕。これ、この洞窟入ったら抜け出すのが大,大変になるぞとか。で、もうすぐそれを止めることができて、オーディオブックに変えたわけなんですよね。 でオーディオブックの世界を楽しむことができたんですよね、はい、でもしかしたら今度はテレビ注録スマホ注録からオーディオブック注録になる可能性があるわけなんですよでも依存性として考えるとオーディオブック注録の方がテレビとかゲームとかアニメとかスマホよりはいいですよねするとオーディオブックの中も変えることができるわけなんですよ じゃあ例えば寝るために超つまんないなんかサイファイとか分かんないオーディオブック興味がないオーディオブックにしてなんか0.770%のスピードで聞くとすると寝ることがもっと速くなりますよねだからそう徐々徐々下ろしていくっていうことができますよねで今度そのオーディオブックからじゃあ瞑想アプリに変えるとか、right? やめるっていう感じじゃなくて変えるっていうアプローチなんですよね。So、this is really effective and highly recommended.、ね、だからその昼休みの、ね、スマホっていうのがあるんだったらそれを読書にするとか、ね、あの通勤中もオーディオブックに変えることができると思うんですよね,ね,ねそのね。 やってたらいいことが楽にできる環境を整えるっていうのが鍵になってくるんですよね。だから冷蔵庫のビールをノンアルコールビールにする。いつもビール飲むんだったら、ノンアルコールビールが並んでたら、絶対ノンアルコール,ビール飲みますって。まあ、絶対ってはいないんだけど、おそらくね、飲むでしょ、right? ね。その冷蔵庫にいっぱいアイスクリームがあるんだったら、それを砂糖なしのヨーグルトにするとか、ね、このような感じでやることができるんですよね。じゃあ、これをどうやればいいのって。 ね、じはいどうぞ頑張ってみたいな感じじゃなくて実際にこのアプローチのステップバイステップ3つのステップっていうのがありますのでこれを一緒にやっていきましょうなのでこの最初聞いてる方は一回あの聞くだけでもいいかもしれないんですけれども,もしあのこれ本気にあのやった方がいいなってこれ,これやると人生変わりますかねこれ本当に聞き,聞きますよあの1ヶ月目とか2ヶ月目はなんかお結構いいじゃんみたいになやるかもしれないんだけどこれ本当に6ヶ月目とか1年目2年目になってるとすっ 本当に人生変わっていくことなんですよね。It's it really incredible.I、uh, it 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 highly recommend it. なので、ちょっとこの次の3つのステップというのを用意しているので、ぜひね、この紙,紙を、ね、出して、なんか別にパソコンとかでもいいんだけど、あのーね、本当にあのしっかり時間をかけて、本当におそらく10分とか15分でできると思うんですよね。なので、ぜひこれをやっていただければと思います。ね、最初はぜひ聞いてください。ステップ1、最初。 ね、最初はあのーね、も,うも,うもうこの場合でこの時にもう自分の依存性の波とかも考えてで後にやってくださいに、ね、はこ,この依存症に対してっていう,もう依存こ,のこの問題っていうかこの依存症があることに対してっていうことをそのステージで、ね、やってください。All right. All right. じゃあもう、okay. ゲームっていうのがあるんだってやったらゲームいつもやってしまうとかね。Okay. じゃあ代わりにやってたらいいことを考えるっていうことなんですよね。 ね、今さっき、あのじゃあちょっとゲームじゃすいません。じゃテレビじゃなくて、テレビにしましょう。夜のテレビとか夜のスマホにしましょう。ね okay. じゃあ何、何だろう、ね。他にやってたらいいこと、ね。夜の場合だったら、ストレッチ。ストレッチはいいかもしれないよね。瞑想とか、お風呂とか、読書とか。 ね、オーディオブックとかジャーナルとかギターの練習とか音楽の練習とか、ね、別にギターじゃなくても何かの練習お稽古とかもできるよね勉強とかもはいそう just make think about it いろんなちょっとねなんかドブレインダンプするみたいな感じでねあの書いていくって、right. でステップ2がねいつもやってしまうことが難しくなる面倒になる環境を 考えるっていうことなんですよねでだからいつもなんかゲームやっちゃうとかねこの場合はテレビ部屋のテレビかもしれないけど、ね、あの例えばゲーム機をクローゼットに入れるとか、ね、テレビを別の部屋に置いとくとか。Right? なんかいつもテレビここで見るんだったら動かすとかねちょっと難しいかもしれないんだけどねちょっとこれをねそのテレビがもう壁についててねなんかテレビを動かすっていうのができないんだったらもしかしたらそのリモコンを動かすっていうのはできるかもしれないよねリモコンを郵便ボックスにロックしちゃうとかいろんなオプションがありますよねリモコンの電池を外すとかいろんなその弱中強度レベルでありますよね依存症のレベルによってこの弱中 中協って自分であの考えないといけないんだよね。でステップ3がここなんですよね。やってたらいいことが楽にすぐできる環境を考えるっていうことなんですよ。ね例えばヨガマットとかね瞑想クッションをテレビの前のリビングに置いとくとかねジャーナルを置いとくとか。 ね、もしかしたらそのね夜ベッドで見ちゃうんだったらもう開いたジャーナルがペンついててもうベッドのところに置いてるわけなんですよね、right? またはギターをリビングに置いとくなんか音楽学びたいんだったら、right? そうだからギターの方やってたらいいよねってなったら、ね、いつもゲームやるんだったらねゲーム機を別の部屋に置いといてその代わりにギターを置いとくわけなんですよ、ね、すぐできるような感じでそう、right? so, すると ね、何が起こるのかっていうとやっぱりそのいつもやっちゃうことがちょっと面倒になるからやった方がいいことがもっと楽にできるようになるわけなんですよね,ねでこの具体的な行動の例っていうのをやっていくとやっぱりそのいつも本を持ち歩くとかね、オーディオブックを購入するとかね、ヘルシーなスナックや食事を家に用意しておくとか ね、ジャーナルをベッドの上に置いとく、ね、お風呂をタイマーで夜、ね、帰ってきたらなんか8時に自動に流れるようにするとかできますよねだからもう本当にお風呂が、ね、テレビのリモコンがないんだけどお風呂がなんかあったまってるようなったら、ね、<laughs> テレビお風呂行こうって、ね、やりやすくなりますよね。 ね、朝の場合とかだったら、もう本当にジョギング用の靴や、ね、その運動の洋服とかもベッドの横に置いといて、また玄関のところに置いといて、もう朝起きたらすぐ運動ができるようにするとか、right? so, いろんなあのやり方があるんですよね。Right?So、なんか、このなんか、やっぱりセクションで大切になってくるのは、It just really、works. 本当に効くんですよね。 ね。でも一発命中でできる可能性は非常に低いと思います。だから、ちょっといくつかやり方を試さないといけないかもしれないんですよね。ねだから僕は個人的にはオーディオブックが大好きなんですよね。ねで、その何て言うかな？そのスターウォーズのね。海外ドラマを連続で見ている方が。もちろんドーパミンはのピークは高いんですけれども。 ね、それをやってないとその波がなくなるわけなんですよね波がないじゃんで今度オーディオブックの波っていうのがあるわけなんですよ really, 本当にそれ楽しいのよオオーディオブックだから昔はうわテレビ見たいなとかゲーム見たやりたいなと思ってたんだけど今は夜帰ってあ早くオーディオブック聞きたいなってなるわけなんですよね ね、だからこの自然のもっとナチュラルでヘルシーなドーパミンのこの波をキャッチしていくっていうこともできるんですよ。一切一回この、ね、動いてる、ね、海みたいなクレイジーな、ね、ドーパミンの流れが収まってくるとね そのなんかゲームゲームしか幸せになれないみたいなことお酒お酒しか幸せになれないっていうことでもその波がなくなると今度ハイキングが楽しいとか読書が楽しいオーディオブックが楽しいジャーナリングが楽しい絵を描くのが楽しい音楽が楽しいって言ってそのなんかゲームやってる時みたいに音楽が楽しいとかになるわけなんですね you, you このドーパミンの波を作ってるのをヘルシーなものに変えていくねでもちろんジョ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 じゃテレビをオーディオブックに変えてお オオーディオブックを瞑想アプリに変えてとか、ね、そういうい感じもできます、right? だから本当,本当にいつも、ね、テレビつけちゃうとか夜、ね、なんかあのゲームやっちゃうんだったらもう家帰ってきてゲームをするのがめんどくさいなっていう環境を用意してその代わりに瞑想クッションが用意されているとか、ね、ギターが、ね、用意されているとかでもしかしたらその自分に合うのを見つけるのにはちょっと時間がかかるかもしれないんですよね。なんかあなたの場合はあのピアノかもしれないギターかもしれない、ね、絵を描くことかもしれない。 瞑想かもしれない。瞑想はちょっとハードル高いですよね。でもオーディオブックかもしれない。Right? So, 徐々,徐々,徐々あの自分とフィットする。自分が本当にあこれ楽しいなっていうのがの見つかってくるまで、ね、時間はかかるかもしれないんですけども、it's it's it's it really incredible When you can。 これにアクセスできるとでその夜のアクティビティが逆に朝を良くしてくれるで朝のアクティビティもね朝の散歩とか光を見るとかちょっとした運動とかが一日の午前を良くしてくれるでこの午前の時間がねその週を良くする人生を良くするみたいな感じでその ポジティブにこのドーパミンの波をなんか徐々々々使っていくっていうこともできるんですよね。And it's really life changing.You, you, it's, you gotta try.It's incredible. すごいよ、これ、うん。もちろん時間はかかるけどね。Alright。で、環境系のアプローチで、やっぱりこの忘れちゃいけないっていうトピックは他者の力なんですよね。他者の力戦略っていう。で、これはね、あのー、その、 家族とか友達にそのハートをオープンして話すっていう場合もあるし専門的な知識を持っている人の力を借りるっていうのもあります。Right? So, ね、コミュニティもあるよね。だからこれも弱中強ってあるわけなんですよね。なんかそのアルコールアナノミスに入るとか施設に入るとかまたはそのなん,か、ね、なんかコミュニティあのあレジットとかレデッとか。 とか,そのなんかソーシャルメディアサイトに入って自分の名前はなんかニックネームになってて私はこういう問題があるんだ僕もこういう問題があるんだっていうサポートグループに入るっていう場合もあるし、ね、でもしねあのいけるんだったらその家族のメンバー友達とか、ね、専門のコーチとか専門の先生とかと毎週誰かと話すだけ話すだけで、ね、今日できなかったゲームできなかったあのやっちゃったんだよとかこれねいや,やっちゃったんだよって。 でもそれを言うだけで報告するだけでねできるできなかったは別でね報告するだけで目標鉄線の確率っていうのは高まるっていうデータがあるんですよね。これは実はあの仕事とかにもあのつながっていることで仕事でやることがあったらその状況を説明するだけであの達成確率が高,る高まるっていう同じことなんですよね。 So, 他者の力あの戦略っていうのも忘れないでください、ね。自分一人でやっているんだけどできなかったっていうことになったら次のレベルは他者の力戦略です。<All right. S 1> で、その自分を応援するあなたが悪いっていうことじゃないからね。本当に勘違いしないで、うん。これはあなたの力を育てるようなチャンスに。 ながることかもしれないしれい本当に自分を深く知るっていうことかもしれないし特にセラピストとかそういうねそのあの原因的アプローチの専門家と話すことによったらその本当の,その,過,去の過去に起こった怖いこととかそういう隠されてる自分が隠,す隠したいって思っていることとかもリリースされて本当に人生が変わるようなきっかけになるかもしれないから自分に対するエンパワーメント成長型マインドを持って自分に対する愛を持ちながらあの、ね、やっていきましょう。 <All> right. もうちょっとあるんですよね。で、それはですね、このスケジュール系戦略っていうのもあって、これも一応環境系だと思うんですよね。で、それは、その以前に何をするかを決めて、スケジュールを立てるっていうことで、これもしかしたら弱とか、中になるかもしれないんだけど、やっぱり僕は一つお勧めできるのは、ウィークリーレビューなんですよね。その自分が依存性があることに、オッケー、今週はどのぐらいこれやったのか、何が効いたのか。 これは聞,きなか聞かなかったなこれでうまくいったとか、ね、であと睡眠の時間とかも結構あのログした方がいいと思うんですけれども、ね、運動とかね,ねそれどのアプローチが効いているのかでするとその別のなんか会社のストレスがあるともっとこれをやるとか,、ね、なんか別,別のストレスになるようなことが、ね、依存性をもっと悪くしているとかそういうこともあるんですよね。 そ、right. so, このウィークリーあのアプローチっていうウィークリープランでレビューを書いてやっていくっていうのは非常に大切になることだと思うので、ね、あの本当にこのなんか1回目2回目とか、ね、あの弱やってできなかった中やっててこれちょっと聞いたんだけどみたいなそういうレベルになったらやっぱりウィークリープランであの考えていくねで本当にその中毒性がある活動ができない環境に行くっていう。 このような予定を立てることもできるんですよね。例えば週末の場合だったら、週末いつもゲームやっちゃうんだったら、もう週末はハイキング行く、他の人と一緒にとか、そういうスケジュールを立てるっていうこともできるので、それも忘れないでいただければと,と思っております。で、これから、あのすごい、ものすごい効く、もうこれは結構一発命中になる可能性が高いようなアプローチを紹介します。それはですね 中毒性がある活動を行うと大変になる問題起こる予定にコミットするんですよね。これアルコールのところで、ね、説明して次の日のに飲む日の次の日の朝に重要なアポを入れるっていうことなんですよね。ねだから本当に翌日の朝にクライアントのアポ100%で参加しないと他人に迷惑をかける予定を組むっていうことなんですよね。だからその例えばそのゲームの場合でも仕事 でちょっとオーバーコミットするとかするとそのゲームやってしまうと仕事のパフォーマンスが落ちてしまって大変なことになるみたいなことなんですよね。でこれもちろん本当にお酒とかだったらできるゲームとかスマホだったら難しいかもしれないんですけれどもお酒とかだったらできる可能性がありますよね。Right? So, これもケースバイケース、ね、その釣る魚によって変わってくると思うんですけれども特にお酒とかだったらできると思います。 うん、であと、あのーその、徹夜しちゃうようなこと、スマホのエンドレススクロールとか、夜のゲームとか、夜のテレビドラマとか、夜の YouTube とか、そういうのもこのアプローチができると思います。でちなみにです、ね、ADHD の方にはあのー、すっごいこれは強い戦略なんですよね、ADHD の方には。なぜかというと、じゃちょっと頭の中で何が起こるのかっていうのを考えていくと。 ね、中毒性がある活動を行うと大変になる問題が起こる予定にコミットするこの場合は実はドーパミンをドーーパパミミンンをに使うんですよねあの最初のこのドーパミンのセクションのねところでそのドーパミンの経路についてお話しさせていただいたんですけれども、ね、2つ、あのー、経路があって、ね、メゾコーディックとリンビックっていうのがあって新しい脳の部分と古い脳の部分って言ったんですけどこれ古い脳の部分の中身の方で収納辺 経路でこのサバイバイルルコントロール逃げるかか戦うか反応なんですよね,ねこれ大変になってしまうぞってなると実は、ね、この急激なストレスがあると体に高いパフォーマンス状態にするための神経活動っていうのがあってドーパミンが流れるんですよ。 これ下ろしたら大変なことになるぞって言ってキュッてドーパミンが流れて集中力が高まってこのゴールに向けて正しいアクションが取りやすくなるんですよねだからこの ADHD の場合はねドーパミンが低いわけなんですよねだからこのこのでさらにこの依存性があることでドーパミンの斜めがあってそのドーパミンに別のドーパミンのソリューションをねアプローチを使うっていうちょっと面白いドーパミン ドーパミン VS ドーパミンみたいなやり方になるんですけれどもあのこの,あのやり方は非常に効きます。でもう一つのねこれちょっと観光目標計戦略の中に入るんですけれどももう一つの方法があるんですよね。それはあえてピンチにならないと達成できないゴールを設定するっていうことなんですよ。 でこれはですねあーのーちょっとアドバンスに入ってくると思うので、あのー、ちょっとあの初回じゃなくてこれはちょっとこの本当にドーパミンの流れとかねもう数ヶ月やって慣れてきて OKI、okay, know what I'm doing、ね、やってることが分かってきてるっていう状態になって試した方がいいと思うんですけれども、ねあのー、実はですね人間っていうのはピンチになるとパフォーマンスっていうのが高まるんですよね。 人間はストレスがかかるとパフォーマンスが高まるんですよ。これが本当にメゾオリンピックパッフォーエの,のベネフェット。まあ、ベネフェットっていうかあの結果なんですよね。ねやっぱりや,や,やべえってなると集中力が高まって行動力やる気とか決断力とかも高まるわけなんですよね。ねだからどういうことなのかっていうと、ね、あえてピンチにならないと達成できないっていうゴールを セットすするんですよねだからちょっとその,あのお酒次の日にアポがあるみたいなちょっと似てるんだけどちょっと違うんですよね。ねだから、あのー、そのピンチになると本気になるわけなんですよ。<Right? S 1> だからそのもしかしたら達成できるじゃんって本気になったらできるぜって。ね または本気にならななならいいいいいいと達成できないゴールっていうのもいいかもかしれない結構リアルなあのゴールじゃないといけないんですよね。で本当にこれ達成したら人生すっごい変わるよっていうこのようなでっかいゴールの方がいいと思うんですよね。ね。本当に心からこれできたらやっぱりじゃんみたいなすごいワクワクするような、ね、うわーみたいな目が光るみたいなうわみたいなそのようなゴールの場合だったらこれは効くんですよね。で本当にピンチにならないとできないっていうことなんですよ。 でもちろんこれにやっぱりそのあのねデッドラインを追加するとかいつまでにとか、ね、毎週他社へ報告するとかそのような結構いっぱいパワーを使ってプランニングとかウィークリーレビューとか明確なゴールとかねあの本当にドーパミンのコントロールとか夜寝る時間を守るとかねそうしないと達成できないわけなんですよね。ね。だから今度なんかあえて自分をピンチ状態にいるっていうこれを 短期的にすするることもできるんできんよね例えば僕の場合だったら、OK えー、と例えばなんか数日後、今日木曜日で明日の午後になんか何百人であのなんか有料ウェビナーやるわけなんですよね。OK、だから今夜お酒飲むとか、今日もし資料,資料はあるんですけどももし資料がなかったら、OK、資料作らないといけないぞって言って、今日ゲームやろうかって言って何やってんの、ゲームの時間じゃないよ、明日これやらないといけないからみたいな感じで、うわーみたいな感じで。もうもう もうスピーードであのゲームやるるとダメになるで今夜あの動画見てしまうと明日のドパミンのレベルが低くなるから明日の調子が悪くなるから徹夜はできないとか早めに寝らないといけないとかそういう感じでちょっと自分にピンチを与えるっていう感じなんですよね。でもちろん長期的にこれを続けていくっていうこともできますよね。こののでっかい夢のためにに、ね、本当にその たまに遊ぶっていうのは全然 OK なんだけどもう本当に人生の8割はしっかり睡眠をとって、ね、しっかりその朝の、ね、朝の習慣で、ね、太陽の光を見てちょっと運動をして、ね、冷水風呂が好きな人は冷水風呂に、ね、週何回は入ったりとか、ね、筋トレをやったりとかそうやって自分のコンディションを高くしてでっかいゲームをやることができるんですよね。だから毎日なんかなんか仕事にに、行っっててて、同じじじことをやるっていうう感じじゃなくてもう本当に パフォーマンスが高くてワクワクするような仕事とかがにアクセスできるようになる感じで,でゲームやってるとそれがもうできなくなるそのチャンスを見逃しちゃうみたいな落ちちゃうみたいなそういう感覚なんですよねだからこれ結構アドバンスなところに入ってきてねあのすごいあの面白い面白いっていうかね大切なことだと思うんですよねハイパフォーマンスの秘訣うん。 ね、で本当に中毒性な活動を続けちゃうともうリスクが高すぎるってもう許されない自分で許すことができないっていう感じで今度その集中力逃げるか戦う反応の俺は戦うんだっていう感じでこれやらないって言って中毒性でやりたいことがあるんだけどもう戦う感じで乗り越えるさっきのアグレッシブドライブっていう、ね、あの攻撃的なあのドライブをポジティブに使って で、目標はこの generative drive、生成的な動機ですよね、ポジティブな、本当に向かいたい方向に行くっていう感じで、あのね、なんかバランス、プレジャードライブ、快楽ドライブをアグレッションでちょっと乗り越えて、でもオーバーオールはそのポジティブなところに進んでいるっていうやり方もあります。ね。All right. ね、だからさらに優先順位が高い必要な活動ができるチャンスを見逃せないと理解できて自然に行動方向が変化するっていう形です。で最後の最後の最後の最後にですねこれはちょっと依存性とは関係あるんですけどちょっと案件がなくてあのちょっとこの最後の,あのことで終わりにするんですけれどもねやった方がいいけどやりたくないね避けたいやるのが怖いっていうことってありませんか ね、これがい,いろんな方法があるんですよね、このやり方には。でも、1つの,あの方法をあの紹介したいと思います。でこれあのあの、すごい超、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 超アドバンスでだけど、すっごいシンプルで、なぜアドバンスかっていうと、あのもうこのビデオをここまで見ている方は、そのドーパミンの流れとか、ね、もうすごい理解しているわけなんですよね。なんか専門的の方のように理解されているわけなんですよね。で、この最後がすごい面白いんですよ。ね。 実は大きな目標を決定すると中毒性がある行動をやめるだけではなくてやりたくないけどやった方がいいっていう行動ができる確率が高まるっていうことなんですよね。ねだからこの目標をこれやらないといけないよねっていうことからさらにでかいこれマジ今すぐや,やらないといけないんだみたいなでっかいのに変えるとドーパニンのなりに何が起こるのかっていうことなんですよね。ねで例えばね ね、避けたいことが目標になっている場合それをその目標をさらにやりたくない大きな目標に変えてみると、ね、例えばそのジムでトレーニングをやるっていうことをじゃあ毎週1時間自転車を乗るぞっていうのをなんか健康のためにみたいな感じで決めました自分で,、ね、で最初はワクワクしますよねでもドーパミンのワクワクっていうのは減ってくるからあまたジム行きたくないなっていうのが絶対来るわけなんですよね、right? じゃあどうすればいいの ね、数週間後1時間の自転車を乗りたくなる乗りたくなりないですよね嫌だなってなる、ね、これはその別にあのなんか自分のビジネスをスタートするとか、ね、筋トレとか何でもいいんですけれどもねあのポイントは何か最初にワクワクしてコミットしても後からそのドーパミンの流れっていうのが減ってくるのでポジティブなことに対してもやる気がなくなるっていうことですよね。はい、そういう特にそういう場合もあるんだけど面白いですよ考え方を下に変えてみるの。 1>, 1時間後の自転車の後に30分のきつい筋トレもしないといけないっていう風にするわけなんですよね、だからさらにゴールをでっかくしちゃうっていうことなんだよねすると何が起こるのかっていうと1時間の自転車が楽に感じられるっていうことなんですよね このでっかいゴールがなかったときは1時間のゴールが嫌だって感じたんだけど、今度はこの30分の筋トレが嫌だってなって、1時間の自転車の方が楽になるっていうことなんですよ。So, this is deep. すごいシンプル、当たり前ですよね。でも、it's deep.What is going on? Right? この事実、この科学を、ね、特にハイパフォーマンスとかに使うこともできますよね。Right. So, I just wanted to leave you. ちょっとオープンエンドみたいになっている。これはちょっとその依存性とは違うんですけれども、あ,あのね、ちょっとこの部分も入れたいなって思っておりました。Alright, so. You learned so much learned、ね、いろんなことを学びましたよね。うん、そもそもあドーパミンと、ね、依存症ってすごい関係があるんだ。ドーパミンには波があるんだ。ピークがあって最初のピークを求めていてもう一回やりたいんだ。うん、でもその、ね、30日経ったら減ってくるんだとか、ね、そのアプローチ、原因的なアプローチ、環境的なアプローチもあるんだとか、いろんなことを学んできました。ね、でやっぱりこのビデオっていうのは結構人生を大きく変えてくれる内容がいっぱい入っているので、まあ マスターするにはやっぱりノートも取らないでね一回だけ見るっていう風になるとどうしても忘れてしまうね特にアプローチのやり方とかあこのやり方もあったよねとかねそういうのを忘れてしまう可能性もあるねだから覚えるコツっていうのは教えることなんですよねだからちょっとハードル高いって感じるかもしれないんですけれどもなんか 友達とか家族に自分で教えてみる、ね、だからこのビデオをシェアするっていうのも全然 OK だと思うんだけどやっぱりこのビデオで学んだ一部のことでもいいからね教えてみる説明してみる自分の子供とかにね旦那さんとか奥さんとか彼女彼氏友達とかにね行ってみるとか。 Right. または、ね、ブログとかソーシャルメディアとか、ね、YouTube やっているんだったらこの全部の部分を、ね、説明するっていうのはすごい難しいと思うんですけれども、ね、もしかしたらそのある一部の部分をブログにしたり、ね、TikTok にしたりとか、ね、ソーシャルメディアで説明したり、ね、これはなんか、ね、クリスの部屋で学んだって別にそんなこと説明しなくてもいいしこれ、ね、科学で、ね、パブリックインフォメーションだから、ね、事実だから。Right. So, ね It's yours to do it. But the point is, like to learn it, you you should teach it.、ね、to learn it, you should profess it, right? で、もうちょっとあのレベル高いかもしれないですなんかコーチとか専門家とかセラピストの方だったら、もしかしたらセミナーで説明してみるとか、で、ね、ものすごい役に立つ情報だと思うんですよね。でもちろん自分で取り組むっていうのも忘れないでいただければと思います。 ね、この環境的なアプローチっていうのがあってで原因的なアプローチっていうのがあるでこの原因的なアプローチのちょっとねあの最後って言ってたんだけどもう一つの,あのお話があってこのねあのコーティ先生があのクライアントがいたんですよねでそのクライアントはなんか仕事で成功してるわけなんですよで収入もいいんだよねだからみんなが思ってるなんか理想の,の仕事についてて ね、でその本人も頑張ってね大学とか行ってでその仕事のために頑張ってやっとこのなんか理想の夢のような仕事に入れたんですよねだからみんなが「この仕事はいいよ」って「ね、最高だ」って「自分も最高だ」と思ってたんだけどもう仕事が全然ワクワクを感じないすごい仕事に行くのが嫌だでなんかちょっと鬱っぽくなってきてなんか生きてる意味がないんじゃないかってで自分を嫌いになったりしてで家に帰って でもう毎日お酒を飲んでずっと週末とかもなんかずっとお酒飲んでたりして、ね、でやっぱりこの3つのドライブの時、ね、この生成的な動機ポジティブなジェネレイト、ね、ポジティブな人生を作っていくっていうのがもう全くなくなってこの快楽的な動機ですねプレジャードライブそっちの方がもう高すぎたんですよね。 でもちろんね、アプローチして、OK、じゃあ環境を変えようよって、ね、そのお酒が入らないようにしようよ、アルコールアノノミスに入ってね、行こうよとか、お酒を飲むのをやめようよっていう、そのオプションもあったんですよね。ねまたは、ね、コティ博士は、先生だからお薬を出すこともできる、ね。じゃあそのお薬を出して鬱を感じないようにしようって。Right? But、ね。 この本人は何をやったのかって先生と話して何をやったのかっていうと仕事を変えたんですよ。で仕事を変えたら何が起こったのかっていうと生成的な動機がすっごい高くなったんですよね。で仕事をもう本当にサラリーがもうすごいカットされたんですよね。で引っ越しもしなければならなかったんですよ。でもも引っ越しもして ね、家もなんかもっとちっちゃいところにしてで昔はなんかもっと広い家だったんだけどもうすごい汚かったんだってなんかあの食器も洗ってないし全然ドライブが同期がやる気がないわけよね。いつも散らかってる汚いんだけどもうこの仕事を変えたら、ね、給料低くなったんだけど、ね、家も低くなったんだけど、ね、ちっちゃくなったんだけどもう家も綺麗になって自分も清潔になってでお酒を飲むのも自然に自分でやめて、ね、もう本当にワクワクして人生が大好きになったのね。 Right? So, で本当にこの,、ね、あのこのメンタルヘルスの、ね、平和感、充実感、喜びっていうのを感じれるようになって、ね、自由度自分の人生の自由度も、ね、思っている時に言いたいことをできて、やりとくができて、ね、好きな人たちとポジティブな人たちと仕事ができて、本当に人生に対する感謝、でエンパワーメントだよね、自分、ね、ポジティブに自分で、本当に愛を持って。Right? ここののの理想的な幸せの人生の生きき方にたたどり着くことができたんだよね <Right. S 1> だからこの,なんか、ね、この最後のまとめの話っていうことなんだけどやっぱりその「えいやお,お酒が飲むのが問題なんです」って言って「お酒をじゃあやめようよ」「いやお酒ねなんかそのドライブがないからうつになってるからじゃ薬飲みましょうよ」って。 ね、そうやって一時的とかねなんかその何て言うのかバンデーロっていうのかなそういう感じでねアプローチすることもできるんだけどやっぱりその何て言うのかな心の中の悩みっていうか,、right? なん,かえなんかすごいなんかその ポジティブなワクワク、人生に対する希望、ワクワク、幸せさっていうところがやっぱセンターになってくると思うんだよね。だからなんだよ、この人なんかね、仕事、給料カットして家でっかい家カットしたのそれダメだよって思うかもしれないんだけど、それはあなたは思うかもしれないんだけど、本人はそれでめっちゃ幸せなんですよ。Right?So what is happiness for you? あなたの人生で本当にね満足、充実感を感じて、ワクワクを感じて。 ね、愛を感じて、ね、平和、ピースを感じられる、ね。そこに向かっていくため、何を手放せるのか、ね。ヒントは間違いなく、この自分にパワーを与えるようなポジティブな自分との向き合い方。そして自分と周りの人たちに愛を持ってあげること。 これが自由度と感謝につながってで、自由度と感謝を感じられるんだったら、間違いなく平和感、充実感、喜びにつながるということなんですよね。All right. So, we learned a lot, and now let's finish this video back in the desert.So, how was this journey for you? どうでしたこの ドーパミンの科学を学んでそれが依存症とか中毒性にどのような関係があるのかそしてその迷路から抜け出すためにはどのようなアプローチがあるのかっていうのを学べることができたかなこのようなね長いビデオだったんだけど本当に見てくれてありがとうね僕の心構えっていうのかな僕の目標っていうのはなんか本一冊になるような内容をビデオで収めていくっていうのが僕の目標なんだよね。 なのでもしこのような長かったんだけど、ね、最後まで見てくれたらぜひコメントで最後まで見たよクリスっていう一言でも教えていただければ本当に本当に嬉しいですでねちょっと最後僕からのお願いがあるんですけれども本当にこのビデオが楽しかったって思ったらぜひプラスボタンを押していただけないでしょうかそしてチャンネル登録していただくとそれもすっごい嬉しいんだよねああブルー何やってんあ、ブルー何やってんや、ね、ブルー Blue, did you have a good time today? So <laughs> that Alright, to you Thank you so much, and I'll see you next time in Chris's room.